帰った。車帰った。マニュアンとうんこ。あ、やらちょい。はい、さゆち。あー、ごめん、これ、歌詞に行けたらなーと思うわけですよ。え、当たってないよ、なんで。待って待って待って。ブラブラ散髪、やった。俺がな。あ、なんか、ここなんかあれだよ。壁登らなくても、わーい、みたいなあったな。ウェーン。ナイス、ナイス9番。おい、クラッシュブラスターずるやろ。それさ、この位置当たんのやばくね。プラブラ変して。プラブラやった。ケルビンやった。ケルビンナイス。やぐれ、ぐれ乗ってるよ。こねろ。シャーやった。マニューやった。おい、ダーイ、クイボであいつ足外にやった。はい、やっメインな。当たり張ってあるから上いるわ。あれもう死んだ？誰かの5分だ？いなさそう。うるさ、その潜伏バレてるけど。下がったの。してるよ。だって来たら俺のが勝てるもん絶対。あれさ前でヘルディさん右。あれやられちゃった。クラブライチ。正面からこっから。スリア来るでしょ。どうせ原発。兄はこれ、ね、仮に行かないっていうよりは進める方向で行くわ。原発一発。ちょっと待ってプレッシャーが。プレッシャーが。グラグラやった。ナイス、神谷。チャーに狙われてるじゃん。マニュー2発。あ、ネス抜かれた。強いんだよな。俺だってステージャンだから。やめて。こういう時強いよな、やっぱステージャンって。あ、グラグラ落とし。ジャーも落とし。なんで、なんでこっち4発当てたのに。やった。いっぱい死にましたって感じ。やっぱ、光栄ヤグラは普通にステージャン採用ありだな。今の場面取っていくのって言えば陰キャしてたらゼロですかましたわ。血が好き。今日なんか二次三次の配信あったっけ。時期二次三次やないか。時代は二次三次か。せやぞ。せやな。時代は2時3時4時5時なるほど。もうちょっと貯めてくれたらもう一発なんか行っとこうかなと思ったけど反応されちゃったからちょっとおーおーってなっちゃった今。これ以上貯めても誰も得しないからな。この虚無感が溢れ出る時間ちょっとグーゲルじゃねえわ。あれなんだっけ。赤いの赤い悪魔シャーシャー。赤い悪魔3体いく。いや1人なんか性欲の色いるんだけど。これあいつが何言ってるかわからねえわ。ねえ、なんかダイナモとハイドラめっちゃ見てくるんだけど正面。何こいつら。あれここにいんのか。デュアルアユチ。何したアユチ。でここいる1人最悪。何これ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 何この敵。この敵何の敵。ダイナモハイプラ打たないけど。ダイナモやった。それは打つタイミングである。もう一枚に発散。ハイドラもらった。ハイドラ落とした。じゃあハイドラが生きてるのか。敵プロペラに1枚。ハイドラも入った右からね。ハイドラいるから。プロペラに1枚なんてやらしいポジショニング。手前に2枚ハイドラと。なんかハイドラやった。ジェッパーはやった。何事ってやめて。このヤグラの乗り方強いなマジで。ダイナモやった後ろから。まあ後ろから逃げました。来たわ。どこだ。俺前に。おハイドラいるよ。ハイドラ。ハイドラいる。ハイドラ削った。ハイドラやった。もう一枚ついてる。もう一枚ついてる。ダイナモは反射正面高。ダイナモ待って待って待って。ここやばい。まあ降りるか。石やった。おっ、ダイナモだけやった。とんでもないこれだ。ヤグラこれ上じゃないよね。よかった。くそ、上だったらよかったのに。最悪やなあいつ。ちょこちょこ味方を殺す。これ当たんねえのか。ハイドラここから狙うとしくんのか。やばいな。ハイドラ死んだやった。ナイスナイス。
届かねえわあれ。ダイナマだけ吸盤で強いよ。何ですか。グラッティ乗るか。ハイドラ寄ってる、ちょい削り。おい誰だプレッシャー打ってくるやつ。もうありえねえマジで。ナイスアーマー。皆さん神か。でなんか右奥にいるけど。マジで右奥にハイドラね。降りてないんじゃない。降りてはいないと思う。アーマー剥がし、リアルやったか。直射もらった。ダイナモン死んだ。止まった。やばい、ダイナモンやった。ヤグラ上。やだ、はい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 あれハイドラ3発だった。あれだと思った。全部ヤグラ回り、全部ヤグラ回り、了解。今日の下着はフロイドか。は、いやダイナもいた。なんか知らなかった、死んだわ。ちょっとえっぱ、おおいやこれ出なくてよかったな。アーメンフラッシュで死んだんか。ナイス上げ見てるよ、見てるよみんな。俺上からじゃなくて正面から。いやー、手割り2発。みんな見てるよ。マジか。一回落としたけど。いや、ハイドラやった。プレッサーもらえそう。プレッサー下げた。後ろ危ないんだ。ナイス、レさん。プロペラからダイナモン。マジか。いや、俺やべえうんこなんだけど、助けてくれ。なんか違和感あるなと思ったけど、リカスク積んでないか。マジかあれ。ダイナモシンやだ。この武器強いマジで。え、死んだ。当たってなくね今の。ね。どこ？やっぱどこ？やっぱ左奥ね。マジか。そ。マジでプレイだよさ。ちょっとハイドラバ、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 あいつだるいな。敵プロペラにデュアル。ジプロペラ奥に寿司こらいるかも。ゲー右奥くっと熱いね。攻めるのじゃん。ダイナモ削ってるけど。ダイナモはいる。ダイナモは削った。寿司は2枚。3枚やつに乗っていいよ。乗っていいよ。あとダイナモだけ。ダイナモもらえ。ダイナモ。ダイナモやるわ。やった。あいつもらったけど。44でしょ。いけるね。もう飛ぶしかねえな。はい、おパピー。ハイドラ、やれなかった2発。あ、ボンボン。ああ、寿司はうち。それ死ぬの俺。フラッシュを前にやったやつの爆弾もらったかな。見てるよ。移動されたの見られてるよ、みんな。俺が先般だな。強えわ。強かったり弱かったりするな、ダイナモ。スプラッシュボム転がされて削られたとこにバシャーってやられるのが一番つらい。なるほどね。アヒージョーって感じ。デローンってフォートナやるんだ。デローン、そうなん？デローンってあれ？銀髪のやつ？うん、ポニーテールの人。くっそかわいい、デローン。そう？かわいいよね。ほくろがいい、目の下の。じさんちなかなか関西弁の子多いよな。確かに。またハイドラ、これ一緒のとこやっけ。同じとこで一緒のところやないかーい。あ、また正面来ちゃった。必死だけ時変わってるやん。右からハイドラ。ちょっと思ったんだけど、俺バレで正面行った時に、やばい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 。ハイドラ右、誰かカバー欲しい。
寿司やった。やだもうこいつも。言われる左二発。あ、プレッサーでなんかいっぱい死んでる。山田さんここ初動左なの？あ、右なの？いや。はあ？だってこの前メルさんがメムタス右見てほしいって言ったから。最初から俺が右見てるからね。あのピュアだからさ私。ダイナモは入る。なんで別の引きのことをずっとやってんだよ。編成もメンツもちげえだろ。もう言われたことしかできないからさ。ハイドラカナミハイドラカナミやって。誰か乗ってリード欲しい、リード欲しい。死んだ。ダイナモが一。アウチなくてなんかキラシになってるくさ、直撃きましたの。ハイドラ奥、コンテナどこだ。俺も、いや無理か、やった届かないよそれ。ナイス、左側来るよな、これどうせ。もう一枚やった。左側来るわ、左側来るわ。右側ダイナモ壊った。ノックバック取れちゃった。禁止だ、それ行く。ダイナモ一発。ちょっと待って、やばい。ハイドラやった、もらった。全部切る足なんだけど全部切る足なんだけど俺のこれ全部切る足、6キルぐらい切る足だから。なるほどね。リアシストです。あ、嘘です、ピュアでやりました一回。なるほどねって感じだった。あ、はいって感じ。タコフグ嫌いやね。アマビ以外のステージ嫌いやから私。もはやそれこのゲームが嫌いと大差ないのね。22分の21嫌いだったらもう才能ないかもしれない。好きなの 5% でもいないけど。 5%? 5% いってんじゃない？いってないわ。22分の1だから 5% いかないな。22分の1はちょっと難しいな、はるかさんに聞かないと。これはなるほど、はるかさんに聞かないと分かんないわ、この問題。じゃあ初動チャージャーチャレンジしていい？多分死ぬと思う。そうそう。じゃあの。なんかさ、私じゃ右見る。頑張れよ初動。これ可愛い。ここヌアプレイングです。なんか可愛い。チャージャー分かった。チャージャー分かった。ナイス。やれんか、やったわ。ナイス。やれんか。やった。マジか。じゃあパー！クワッと。一対一だ。頑張れ。プロペラだ、プロペラ。今プロペラ貫通してない君。今のしてると思う。ナイス、バレやん。プロペラ吸ってくれるだろうって思ってなかったね。ダメだった。多分7割ぐらい吸ってたと思うけど、プロペラ。なんかあれだったな。まあ、多分俺が悪い。1枚やった。待った、やばい。もう1枚やった。チャージャーやった。ナイス。あ、待って、自分でプロペラあげちゃった。シャーフッキのタイミングに合わせたいな。さっき雨ハックは。いいよ。雨真ん中入れちゃうね。1枚降りた。メさん頑張れ。バーガーごめん、チャージャー無理だった。チャージャー神かな。バー無理だ俺。バー2発、バー体力多い、バー体力多い。バーにやった、カードだった。勝ったな、風呂入ってくるわ。いけいけーけシャーッと一発。やだ、待って、切り欲しいおーい。最後によく出したな。これはあれだな、初動俺とバレアの塗らない戦法、うん、2人行くとは思わんじゃろ。すげえ可愛かった。散歩やん。2匹のイカが歩いてた。2匹のイカ歩いてた。散歩テケテケやないか。福井をめっちゃキル取ってるやん。ふわったやからな。
ジで画面に映るだけでイライラしない？イライラするな。私だけ？すげえイライラするわ。北海道甲子園延期なんや。あ、もう決まったの？あ、やっぱ延期なんだ。うん、まあそうやろな。その代わりじゃあアップで早く戦？アップでも延期や、アップで延期じゃねえか。大が延期なんだけど。それならもう土曜日に入れてもええやん。アップで。アップでは延期じゃないよね。どうなるかわからないけど、忍耐。いや、ただなんか任天堂のなんかあれだっけ、ダイレクト、任天堂ダイレクトだっけ、あれがに、あれがあの延期になっちゃったからどうなんだろうって思ってる。延期なん、あれ明日じゃない、忍耐は延期ね、北海道のあれで。それで発表してアップデなんかなとかいろいろ考えると、どうなんだろう、アップデ実質延期なんかなとか思っちゃう。俺も半々だなと思ってる。うん、でこのもうほとんど裸の恵みやばくないか、これ意味わからん。やばいやつね、 T シャツずれ落ちてるやつ。頭おかしいやろこいつ。カドメは忘れたな、誘惑なんちゃらの時は。これ頭おかしいやろこれ。寝てた時当時話題になったけどな。もう一回リツイートしとこう。てかゲームショーにの企業対抗戦の PUBG になぜか一からが出るって面白いよな。これまたあそこじゃね、ダイナモいたとこじゃね。ハイドラダイナモビュアル寿司。オフライン。さすがに。あ、そこだわ。武器変えよう。に変わってるんだけどダイナモ。ほとごとく武器変えようと。寿司しか。もともとのやつ持ってるやつに。え、これいつの人？右から1個前と2個前の右からバレル。くそ、はい、右当てた、やってやってた、ナイスキャディロングやった、うわ間にもらえ、ナイス寿司的コン。この時間でかっとってんのかな。こっち意識さしとこう。で次2枚3枚やった、あ神ーあやったー、ナイス。俺の行き場がなくなったあ、チョコもらった。行き場があったな。地獄というのな。はい、下げ。あー、プレッサーで取られた。左からロング。左任せるわ。チョコ投げたんですけど、誰も乗ってなかった。はい、あ、死んだ。はい。しかもロングライフてるじゃん。はい。はい。マジで。はい。スパ、マリさん守って。あー、くそ。いや、リスキルが終わってしまったじゃないか。なんか石は石なかった。なんか一発当たった。あと右側に。あぶね。ハイドラが敵コン。ワルさん変わるよ。敵コン。あー、後ろスレル。やった。あ、こっち。一発当て。死んだ。これ死ぬのか。なんか。マジか、ほら、もう。送られたんですけど、わーい。あ、やられたわ。逃げましたね、ジャンプする。逃げましたか、ね、で、ロングにやられていく。ロング下ろした、ロング下ろした、やられた。いや、ちょっと待って。はい、それこっち来てないんか。はい、やっぱり。もう一枚やり。ナイス。3枚、やれね。ロムを2枚。はい、まあいい。置いてもスリップダメージの原因が置いてある。ヨルさん、どうしたん？ヤグラ手前にバレルがいる。やばくない今、スパッタにスライド振り向けて殺したけど。まあ、こんにちは。スパッタリが行きましたよ。ロング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 、2発。いや、手間、はい、お前こっち来んのやばいだろ、この後ろパスとって。俺、ロンプラうまくない。想像外すぎて。スポーツ、そう来ると思わんやん。ヤグラ一着戦に行くだろ、これ。石だけ進めといたわ。ナイス、この位置で勝ったな。ナイス。まあメルサの命は1より軽いからな。ああ、
わかる。その軽い命で相手の命をもぎ取りまくってるから今調子乗ってる。すごい死んだわ。マジンガー Z 調子乗ってる。死んだわ。この自己完結感やばい。なんかいるわ。スパッタリがエリア入った。ロングマジか。長えな本当に。右からスパ正面だわ。ヤグラのとこ左から1枚出っ歯やべ。ああ右入れなかった。まずいですね。これ当たってねえんだけど。またこれスライド前の位置判定。ごめん、ここに間に入るわ。ナイス。左も1枚。あとは寿司だっけ。あと寿司が左網。まあ乗って戻せば OK よな。当たんないこっち。やったナイス。1枚やった。これスパでしょ絶対。ほら2発2発。まあ、じゃなかったらそんな自信みたいなジャンプはしないよなっていう。あれ間に合った。ナイスチョーク。ロンブラ帰らせて。ナイス。あ、まだいたのか。俺気づかなかった。絶対やめた方がいい。雨入れといてあげるわ。一発当てる。ナイス。配信なっちゃった。左ツロロンブラ。はい。あのバレル何回俺あそこ右通路で俺に直撃もらってんだ。あ、待って、降りちゃった。どうしよう。俺とラムさんベチャベチャってる。バレル2発。ナイス。ロンブラの連打の差を見せつけていく。これは甲子園レベルですわ。なるほど。することないんやけど。なるほど。なるほどな。強すぎてすることないんやけど。なるほどな。計測終わったら解体する。うん、いいよ、なんでも。相手長長すぎやろ。これサザエさんのオープニングとマリオの最初の音楽がすごい混同するんだ。ボトルだったわ。いや足捕まったんだけど。やれそう。今やった。ナイスナイス。左だね。いやちょっと待って。バケやった。ナイス。弾受けながら下がる。マジか。スプラッシャー。わあ、バケうまいな。よく見えてたな、こいつ。でもいらっしゃった。90なのか。バケ。あぶね、あぶね。当たった今の。バケか。バケやった。オッケーバブリー。絶対割りに来る。分かってた。右からなんかバブル飛んできてる。なんか右ぷよぷよしてるバブルが。あ、エクスクイボもらった。アホみたいな球速出された。ちょ、射程長入って、ほんと。すげえ楽です。マジか、そのスピア。あぶね。落とせませんでした。バブルの中にあれがいる。バケ。ナイス。やがら落とし。ナイス。バケが時間から。ああ、もらった。ボトル一発かすため。
あ、ナイス、ナイス。塗り広げながら、まあ、行くわ。わ、ごめん、食い物もらいい。まあ、足元も、いや、今、なんか、いかせようかなと、今。なぜサイドしたこんな相手の足元取りやすいのに、この武器、相手の足元にいる。それが、格差社会というものさ。そのタイミングだと思ったんだけど。やべえ。もう食いごとやらしちゃうが、すぎる。右翼ジェット、右翼ジェット。ジャンプ入ってる。右翼。ジェットは相打ち。正面、てか中央ボトルとバッケ。ちょっと見えるな、それ。バレ申した。ナイスバレ。左からバケ入ってきてる。左からバケ入ってきてる。スマンソン。バケこっち見てる。ちょ、今しゃべるわ。うわー、タイミングすぎだろ、これは。今ボトルにやられたの。2枚やった、3枚やった、3枚やった。ナイスナイスナイス。あとバケだけ。バケ後ろから。だから完全に不利な状況。おい、ずるいやろ、その。あれ、なんか飛び移れなかった。ボトルが手前詰めてる、右から。バケはやってる。あとそれは聞いてない。いや、マジか、90もらった。中央に X。やったやった。ベナップ積んでんのかよ。手前 X、バブル入った。そこでリードか。左からまたバケ入ってるわ。バケ一発二発、三発。やった。アーボンもらう。俺塗り広げから。前入れない。ていうか入り損ねた。あんまいる？あ、欲しいか。X もらえそうだから、ちょっと。痛い、落とした。ナイス。いや、マジか、今の。いい、すごい球飛んでた。あーれー。プレッサー。あれ、どこ行った、こいつ。そこ。プレッサーやった。ナイス。ボトルやった。神？バブル組両方、ペナップなのか。正面から、敵コンバケ。スタメ当て1枚落とした。ボトルやった。 X めっちゃ下げてる。アーマー書きまーす。ジェット返した。ナイス。エロシャ品種、エロシャ落としてる。ナイス。まで待て、乗るわ。バケやりそう。バケやった。もう1枚やった。あ、ボトルもらった。左から左から左から。ヤグラね、ヤグラやって、やって、あ、やるね。ナイスナイス。オッケーオッケーオッケー。カビさん飛ぶわ。バケ、バケあれね、ごめんね。ナイス。ジェットもらい。あいつ3打ち。正面、ジェットだけ。届かねえわ。で、その次ボトルね。はい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 。ナイス。今のヤグラの下にいて、なぜに弾が当たった。今ヤグラが当たり判定になった。なるほど。わかんねえ言ってる意味が。お前がヤグラになるんだよってことだよ。すべて折り返した。なんか俺がよく見てるさ、ニズサンジのほんまひまわりっていうなんかツイッターでやべえこと言ってんだけど、窓閉めようと思ったら窓なかったって。飛んでいってるやん、窓。二次三次ゲームだと面白い？面白い。てか、とりあえずゲームが上手い人が多い。あ、そうなんだ。それいいな。今度見よっかな。一番なんか、なんていうか、お兄さん的なポジションの人は。普通にプロと組んで大会出てるよ、PUBG。マジで？一貫戦なんか、え、すごい興味出てきて。で、俺が言って今、ほんまひまわりって後輩、一日8時間以上ゲームをするっていう。FPS と格ゲーを主にやってる人。
ってるゲームもなかなかコアなやつ多いしな。へえ。今日もダクソやってる子いたよ。やぶ、マジで見たいんだけど。今度で正面来ちゃった。なんで？ボムフンバこれバイバイ。バイバイ。ブラ。え？左に左奥一枚。これこいつブラじゃな。ヤブラウエスシコラ。四キル。ありがとう。アイに飛んでくわ。それ飛ばれるのくっそ困るからやめといてねというのは。いや飛ばないよ。いや飛ばないよ。やべえやべ。やべプレッサーキッズ。いや当たった今。言えない手になる。プロペラからブラ。だからステジャンであってもアイなジャンプって絶対弱いから。あやれ。あれは俺。いやちょっとこの雨落とし。あれ長すぎないそれ。え長すぎないロングそれは。たまね。やばいんだわ。なんか寿司とロンブラに疑似食い込んされた。メルさん寿司抜けてる。おすまん。ロンブラ先にやってしまった。寿司なんかエイムずれた。手前寿司いる。あ負けた。死なないね、さすがに。やばい。寿司やった。左奥クロンブラ。ブラ一発で。これだっていいと思う。とりあえず正面から。ブラ降りたエリア。ああ、チョコられたごめん。ナイス。飛び入ってる。着地も見れる。ナイス。いや、これ着地かよ。俺あいつ倒したばっかなのになんで黙ってんのこいつだろ。おかしいだろ。スペゲンが多いのか。スペゲン積んでんじゃんこいつ。キモ着地。スペゲンは新しいな。プロペラにプロ、いやプロペラに防がれた。ああ分かってたのに。一発の寿司右からブラトスしかな。プロペラに1枚。マジか。前立つもだった。当たった切れるけど。いやお前それ、おいやばいだろそれ。俺カスタム当ててるのに直撃キャッチしなかった。裏から入ってる、裏から入ってる。あーロンブロン一発当て。いや死んだ。どこだ、この、この辺、うん、おーい、こいつジャンプランス良すぎだろ。はい、こいつジェッパー無理だなこれ。ジェッパー直もらい。いや死なない。ラグい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 。いやだそれか、今直撃プラスカスタムで死ななかった。あのオクタだって神戸さんが爆殺してた死んだもん。あいつなるほどね、深い。そういうの誰かバレルもラグい、バレルもラグい。いやそこ、いや違和感あるよな。でなかったら誰がラグいの。プラスとか死なないもんね。ロンブラ、バレルと寿司、バレルと寿司か。うまいね。あっためっちゃ釣れるもん、あいつ。当たんねえか。やば。いやー、猫もらった。かばった、今。いや、ラグはずるいぜ。いや、マジか。は、今、ジャンプ入ってる。倒したのに完成でヤグラがゴールしてしまった。スペゲン寿司とかキモ、気が狂ってるだろう。俺が着地入ってる。タマキ欲しいぞ。タイタイいるか。誰が釣る？任せたわ。ああ今日は私なのか。でも私に任せたわ。了解。
てくるかな。めっちゃ強いとこ落としちゃったもんね、これ。X4 って書いてあるから、ブロフ開いたら1個前の星にカウント4って書いてあるから、ね。全ザコはちょっとって言って見てくんだから。大会イラストっぽいやつにリグマ1位の画像に。大会の準優勝っていうスクショに。この人ハルキーと組んでる人じゃん。強いや。バカ強いとこに落ちちゃったわ。この人の上げてる実績、そんな有名な大会ないけど優勝ばっかりだ。タワーボートかとも組んでるな。ガチ強いこれ。しまったぜ。あ、気合優先しましたって。ラッキー。なんならメロン君とも組んでた。やばいや。何も考えずにこつったらやばいとか言ったやん。了解しますってちょっと日本語おかしいけど。嘘、了解しますよ。試合優先しますは逃げの一手だったりするから。了解しました。言い直しとこう。見ていてくれるんでしょ。てかユラさんやんこれ。クソうまい人やでこれ。脳死で送ったわ。この人ブラの人でしょ。ブラとかだった気がする。なんならさっき無敵禁止杯ベスト4とかやったからな。鬼一本取ったら勝ちでしょ、もうそれ。てかもうストレートじゃなかったら勝ちじゃない。確かにノックアウトされなかったら勝ちじゃない。カウント取ったら勝ちだと思うよ。1カウントなれば勝ち。一緒にバブルで取ったら勝ちやな。バブル2枚、ボムラ2枚とかで1カウントだけ強引に取りに行くの。無理やり1カウント進めるっていう。もしかも飴4枚とかで強引に取る。ゴミ。ゴミすぎて草。
然募集されてないな。そうなん？この時間ってちょっと早い時間だからな。あ、ちょっと早いか。タイミ募集ばっかりなもん。X3 スプライチのとこあるけど。いいんでね。ええて。まあ別に変わんないでしょ。あ、追記されやがる。避けられてるんじゃね？ブロックされてるもしかして。対抗戦界隈で、で、で、黒メガネの天ぷらってやつやべえぞ。メガネの天ぷらってやつやべえぞ説。マジ？確かに黒メガネの天ぷらってどう考えてもたどり着かんもんな。本当にランダムワード生成とかじゃなくて出てこない文字列だよな。黒メガネの天ぷら。私の知能がランダム生成と一緒だというのか。むしろそれを声に出してる時点で多分ランダム生成を超えてるよ。あ、マジ。性癖として黒メガネの天ぷらが現れちゃってる。こいつクソイカやってるんだけど2980時間。やばいやつじゃん。ローンツよりやってる。ウルサンよりやってる。なんで俺を比べるんだ、やめろ。1週間黒メガネの天ぷらですって自己紹介クソ言ってんだけど。スプラトゥーンプレイ時間まだ2501なかった、よかった。いや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 、そこ安心するとこ。なんかもう2600いってるかなって一瞬思ったから。助かったわ。で対抗戦としたらフレンドめっちゃ増えるんやけど、どんどんフレンド消していこうぜ。後々に消化 しなきゃいけなくなるから、それめんどくさってあるな。飽和する。あ、部屋入った。もう、あ、えできてたん相手。え、うん、まあ今入ったばっかだからいいよ。ロングブラスター B って人いるんだけど、誰に憧れてるかはバッチリだな。よし B。 毎回こっちの人たち集まるの早いよな。やる気だけはマジであるな。阪神ファンがなんか試合止めるレベルで乱入してきれてる。そう、洗いが悪い。洗いが悪い。おー、やばい、ステージ引いてきたな。ガンガゼ。よく引くな。どうしよう。ガンガゼどうしよう。あれでこれいっかな。ここなぁ、打開難しいからな、マジで。ロング強えんだよな。ここロンブラ持っていい？いいよ。スペゲンちょっと多めに積もうかな。
か H3 で迷ったけど、これ初動左裏見てから正面見るからよろしく。はいよはいよ。傘がいるやん、やべえな、やべえ。バレル以外ステジャン、寿司、ペナ、オッケー、カスイカニン、バレル大仏。ヤブラ、バレル一発、バレル一発、バレル右横。インクの中走ってきたんだけど、ワイテマン落としてる。あと傘と対岸に傘やった、相打ち。あとバレルと一緒に見合いしてるけど、オッケー。バレーのとこ飛んでるかもしんない。どうだろう、わかんねえわ。あるある。2枚飛んだ、2枚飛んだ。両方ロングに降りて。バブル右裏、寿司右裏腹。右裏、やった、寿司やった。ナイス、ナイス。バブル割る1枚、2個あった、バブル2個あって、2個あって。バレル押さえてる、バレル押さえてる。もう1個落とし。バレル一発当て。バレル買いんじゃね、バレルのとこに飛び入ってる、右一人、右一人、右寿司、右寿司。バレル買えた、死んでよ。クリームナイス。あ、ここか、俺んとこもらい、寿司一発あって、あーごめん、やられー、一発当てる。あはガバガバナイス。いや、なんかラグくね、今ラグかったな。それ見られてるかも、ジャンプ削った、チェッカスやった。右奥1枚かさばれ、正面でも間違えた、ホッカスだ。手前入りを結構手前に言うと傘もらい、削ってる傘、いや、知らねえわ、ごめん。あ、ごめん、もらい。傘、帰るわ。OK。雨すぐ溜まると思うけど。雨溜まってる。これは無視してる。溜まった。どっちかに合わせるわ。入っちゃうわ、とりあえず。傘一発。左草津。寿司やった。傘やった。ごめん。左。ブラ左奥引いた。とりあえずカウント見よう。ナイス。エリアを取った。ナイス。神。左奥一人。バレル左奥。オッケー。ジャンプ入ってる。バレルは帰った。バレルは帰ってジャンプ入った。オッケー。正面タワー。傘が正素敵広場ね。右通路から来る。バレル寿司左高。寿司降りた。バレルやった。直一発。寿司もらい。傘2発。正面傘寿司。左。ちょっといや、もう分かんねえわこれ。ジロン寿司。いや、マジかそれ。やった。ごめん、遅れた、気づくの。真下用意ついてもらって、思う感じだけどな、今俺。それ、後ろから集める。うん。ちょっと待って。傘ぐらいやった。ナイス、ナイス。ありがとう。あとでエリア内、バレる。30。バブルあるから。寿司一発。バブル先悪いこと優先するわ。右奥寿司。見えてる。右裏から来てるかな。まだ裏には入ってない。雨傘当ててる。いや、寿司入ってきた。もらえたわ。たわ寿司。入れるとは思う。手前寿司ある。あ、うめぇ。帰ろうと思って、局長ハマった。また、そう寿司攻めてる。寿司やった。ナイス。バレル言えばいい。バレル、ロングがエリア。ロングじゃねえ、おかす。いや、それジャンプ乱れてるわ。傘一発当て。ナイス。エリアにホット。雨入れる。ナイス。危ねえ。あー、バブルでした。バレルやった。右奥1枚、右奥1枚。ジェッパね、右ジェッパ。いや、ジェッパもらい。左奥に傘。ゴミ寿司もらいそう。ゴミ寿司もらい、寿司右、バルーン。バルーン手前いるの分かるけど、傘対面。ちょっと入る。ジャンプ入って、これ着地、これスーパー出して、スーパー出して。あー、これは言えねえ。やった相手に押し。あと後ろから。ホッやばい、ブレやる。ジロンホット。やべえ。ブラスターやった。バレルやった。バレルやった。傘がエリア奥、引いてる。めっちゃ引いてる。雨入れる。1枚寿司やった。エリア塗るわ、一回。俺前詰める。OK、俺ちょっと。右から傘来る、右から傘来る。右裏入った。右裏了解見るわ。傘も。ま、いやー誰か欲しい。ナイス。やった。奇跡が起きた。
右高、左か左か左か左高。左からブラ、左からブラ。バック見て、寿司。左、左厚い、左厚い。これリード意識ね、リード意識。あ、カビバブル。バレル抑えてる。絶対やった。雨もらい。バレルやった。ナイス。カチカチ。ナイスね。アップル。ナイス。いや、俺うめえ。マジでうめえ。今バブルでさ、バブルで助かったんやけど。うん。バブル神だった。バブルでバブル助かってバブルだったわ。このステージロンブランドがいいな、バケツよりって感じある。スフィアが何もできねえ、マジで。まあでも改装するからな、わかんねえや。だんだん出す武器固まってきたな。あーここも相手バレデコだけどさ、どうしよう。まあ、長者でもいいエンデネと思うけど。俺、チャーの評価あんま。あ、そうなんだ。まあ好きな武器持ってくれって。なんかバレデコ出していい思いした記憶がないんだよな。ちなみにこうちゃんさんはここハイカスかな。選択肢としては全然ある。まあ参考までにって感じで。踊る持つかな。これはこのこういうステアバケツ持つって決めてるから。バケツね、ここバケバブル強いからな。ここ寿司場にどっちでもいいんだよな。どうしよう。ハイド出すか。まあ、これまで寿司だったからもう一回寿司やってみるか。まあ、スフィア9番2個でエリア取れるっしょ。ギア探しの旅ちょっとギア探しの旅しんだけどさ、ない。ギアがない。あと20秒。あと15秒。じゃあどうすっか。とりあえずじゃあ俺はいつもの感じで網下からでもっとそれ左行く。うん、うん、分かった。じゃあ俺正面で行きや。わしは右下かじゃ。いやどっちでもいいや。今日どっちでも局者入るし。ここだからなんか視野広くね。ここオッケー。オッケー。ヘルデコだ。やだバレル以外してじゃん。ホットイカに。オッケー。バレル大仏ね。甘えてこねえから。右から1枚ブラがない。ナイスナイス。9番でバレル。とりあえずエリア取っちゃう。右奥ケルビン。右奥で1枚。オッケー。飛び次第ケルビンの方見る。ケルビン帰った。正面から待って、あれ、触れちゃ保てない。ごめん、これは対応できない。ブラやった。二発当て。エリア塗ってる。ケルビンのスピア割ってる。ケルビンやった。一人帰った。いや、マジで寿司これたまんねえ。なんか死んだ。あ、でも、あれだ、あれだ、バレだかと。バレル一発。ジェスト2発あって、ゼッパ2発あって。正面バブルね。これバブル全員で見たい。バブル右奥からスフィア。バレルや、でねえか、一発当て。やった。敵ロン1枚ね。センサー削ってるけど、敵ステージに2枚。寿司やった。敵ロン多い、敵ロン。あ、オッケーオッケー。ナイス、エリア取ったわ。正面ケルビンバレル。あっぷれ。ヤンボンハンしかもらい。右奥ケルビン。またバブル来るよ。あまあ、バレルやった。ナイス処理。網一人ね。右から1枚取りましたか。2発あって、ナイス。やった。ナイス。削ってよかった今。バレル正面降りた。敵ロンブラ。ブラーって一発やった。ナイス。寿司正面高削れてると思う。一枚落とした。ケルビン死んだ。もう一枚。あ、バレル死んだ。ナイス。ハンドステンでよこっち。塗るわ。ゼッパ正面から。ちょっとヘイト集めるわ。オッケー。バラやった。ナイス。オッケーオッケー。塗ったナイス。うん、バケツいいな、やっぱここは。
これあそこジェッパチョ食られなかったらストレートいけてたな。あれしゃあない。あれマジでビビった。いやいいっすね。やることやる塗りまくったわ。私ずっと敵のステージに吸盤投げただけない。バレアンが強かった。いい感じ。ロング見てくれてたからずっと。ずっと右奥のドロングに続けれた。はい、説明どうしよっか。クゲ出すかな。なんかさ、バリレポ出してもやることない感じあるから、クゲでいい。オッケー、うん、なら、まあ、神戸くんがその武器出してくれんだったらどうしようかな。無なんかロンブラー出さなくていいかなと思うけど、なんかバケツ無印もなんかありな気がしてきたな、この捨て。でもいいや。みんなバブル強いバブル強いって言うけど、運べないとおしまいだから、即爆発できる武器じゃないとあんま。そうで、その無印化けだと割り参加できるのがでかいなってのはあるんだよね。メインが一貫戦割り入れないから。まあでもちょっとバケツ試すわ。ここ持ちたい武器多すぎるんだよな。寿司コラだけはないけど、シャーカー、シマネとかもあるしな、この捨て。俺正面で、メルさんは無印でいいのね。うん。バロさんついに試し、まあぶっちゃけ試しなところがあるから。思いません。はい、じゃあ、これどこ行こうな、これ。私、右かな。メルさん基本左から敵の奥入っちゃうよね。うん。まあ別に正面で固めてもいいけど。魚辺に潜伏すれば右の。オッケー。うん、あ、バレアンが？なんか俺がじゃん。オッケー。あ、相手あれだ。デコじゃない。本当だ。プレスや。また3枚捨てじゃん、ホッカスイカに。オッケー。右下はなし。右下2発。右手なんかそっち。ごめん、ちょっくられた。90以上は削れてると思う。帰ったの。帰ったさ。ナイス。左手前寄ってるね。テレビにあった。あとヘロラと、あと右ね。右バレる。エリア塗るわ。いや、バレる。早すぎじゃね。右奥バレる。はい、やれないか、削り。左からホット。ここね。一枚やった。ナイス。左からケルビン降りてくるかもしれない。うん。まあ、それちょっとやってるよ。左からスピア。キルビンやった、ナイス。一枚やった、相打ち。絶版もない。落とせる、絶版落とせる。ナイス。バレーだけどこだ。バレーの落とし。ナイス。左は今んとこなし。オッケー。まあ手前はバレーの絶版で取っといてもいいな。バブル貯めたいな、これ。塗るとこがない。自陣はかなり空いてるよ。俺左見るわ。場合によって前出る。ブラやった。ナイス。それでかすぎ。正面は熱いかな。ジェッパー吐き。プレッサーやれる。プレッサーやった。ナイス。神かな。いや、右奥からケルビン。ケルビン。ナイス。バブルが飛んでいく。わかんねえや。なんかバケデコと同じことしかやってねえや。別にスペシャル入ってないし。だから9番はありだな。普通に牽制が効くかなり。確かに右左に置くだけでもバレル結構牽制いってバルーに押し込んでってできたから、ありっちゃありだな。俺の選択肢取れたのでけえな。俺マニコしか使ってないけど、俺の選択肢の中でマニコ無印寿司しまねがあるんだよ。よっしゃ持ちまーす。この捨てな、本当に出たって感じだからやめてほしいよ。ここスペゾーよりさ、メインクの方が大事だと思うんだよな。あ、この捨て何持つか全然考えてなかったな。まあ、バケデコでいいかな。弱くはないもんな。登るわ。この捨てだけは結構前出ちゃうかも。2人で登ってくれ。あ、でも初動は右行こうかな。右ありかな。うん、どっちか。バレアン一人にしちゃうのがあれなら左行くけど、それによりかな。
まあ、俺は一人にされても崩れなければそれでいいけど、初動の左なんてだいぶリスキーなもんだし。オッケー、じゃあ右行こう。ちょっと右はかなり見やすいから、このメインってちょっと固めに動く。中央からさすがに左奥までは届かんから、多分あの坂のところらへん、一つ手前の坂のところらへんだから、うん、このところをご了承。うん、ラピエリか。これレール使われたらだるいぞ。ラピエリ以外捨てじゃん、寿司ペナ。オッケー、そこはラピエリ積まないんや。あ、ラピも来てんのか、これなんか60削り。右一人ザップかな。ギター化した。じゃあやった、ナイス。ギター化したのか、何が決定したかわかんねえわ。左に多め。寿司ごめん。あれナイスカバー。最高。左にスペシャル溜まったやつがいる。アーマーか。ラピエリやれなかった。ごめんね。アーマー吐きしてたわ。右なんか降りてる？ザップザップ。ザップ左多分クリア。右通路くね。ケルビンか。ケルビン右から。じゃあ寿司、寿司一段、寿司一段から。レールのとこから。ケルビン。お前、間に合ってなくね。敵エリスフィア。自宅したスフィア。ナイスバブル。ケルビンラッピーが自宅見てる。敵エリ、ジリ塗った。2枚乗って、2枚乗って、2枚乗って。降りて、1枚降りた。あ、お前、笑った。マジか、最速出されたー。キル1段ザップと寿司かな。2段寿司残った。1段ケルビン来てるわ。ザップとケルビン。いや、しないこれ。1枚やった。溜まる。1枚落としてる。オップレ左から。左やって。溝2枚、溝2枚。エリア止める。ラッピエリが中央。それ死ぬないのか。これ割ったら死ぬんじゃない。ごめん、2台目、2段だった、2段だった。あ、またまた。一枚やった。後ろから降りて。いや、それ間に合ってる。あ、まあ、まあ、敵2段ラッピ。敵2段ラッピ。一発。敵2段にザップ、ね。ラッピエリ怖え。ザップやった。ラッピエリが最短降りてる。ナイスナイスナイス。敵1段ケルビン、中央寿司。あ、寿司もらった。ごめん。ジエリジエリジエリ。登り入ってる。無視していいよ、無視していいよ、無視していい。頑張って逃げるけど、逃げればわかんない。無理か。逃げました、逃げろ。あとは2段の真ん中から来るよ。逃げじゃない。ナイス。それは見えてる。左溝寿司、ザップだ。よくにも見え、右奥なんかヒット1段ケルビン。あ、落ちちゃった。ケルビン瀕死。ケルビンやった。ザップが正面から来る。12段今ザップが下がった正面。あ、ごめん、ザップもらっちゃった。ザップ右。それじゃん。2枚やった、2枚やった。もうちょい、もうちょい、一人で頑張りやった。あと左1枚。そいつだけ。JD は抜いた。ナイス。3枚復帰してる。メルさん、俺んとこ来れる？待って、オッケー。この維持お願いしたい。オッケー。あ、でもここ3枚来た。正面抜いた。降りてないよね。いや。うん、3枚ずつここにいる。あー、ごめん、もらいい。ラピー以外だと思う。まあリード取れるから、とりあえずいい。時間稼ぎになった。まあ時間はそれ、ごめん、着地クーボーもらった。2段の下、敵にね。ナイス。ラピー一発。左。ラピー入りやった。メルさんの方かばいてほしい。わー、一発当たって、一発当てる。音符のやつ。正面ザップ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 レールザップレールザップレール。ナイスー。あと11段抜け。右入ってる。あと右一人、右一人。いやー、マジか。シールド展開までいけなかった。バカやめてる、バカやめてる。やったエリアからスピア、エリアからスピア。わお、敵高したラピ中央、ナイス。マルマル超ザップ30削り。左から右ザップ。帰ったいや、もらい。敵一段寿司今左。やった敵一段まだいる。ラピエリが正面から一段ね、敵一段。マジか。ごめん、右水2人、最短3人、敵最短。ケルビンやった、2枚死んで。ナイス。まだ中央いるよ。やったナイス。
いや、相打ちじゃあ、ザッと。ナイス、相打ち。あと1段くるよ、1枚。時間稼ぎだけしといた。ナイス、何もやってねえや。ありがとう。ずっと死んでたわ。アウトさんの維持が最強すぎた。わかる。ここ強いな、楽だわ、仕事しかも。ローリスク入りターンって感じか。マジで3段1回しか入れんかった。いや俺がもうちょっと左から上がればよかったな。なんか2段から上がっちゃった。正面から上がっちゃったな。まあでも1回入れてるだけ正常じゃない？確かに。なんとか俺が入れてるらメルさんあそこに持ってきたかったから俺が先に入ったんだけど。まあこっち登る編成じゃないしな。登ったもん勝ちのステージとはいえ。まあ、ロングブラスターロング研究中のステージ結構来るな。最近なんかもうゾンビ 1.2 積んで残り加速とスペゲン積むのが追撃したロンブラ。俺いつも通り片目は左ゴールから敵高入るよ。これでいいですよ。もうなんかバレルコ掴んだったらこれよりこっちの方が強いでしょ。だってバレルコもガンガン出ない。うん、同社に役割取られてる。ファミトさんの本心は本当にエラッシャーを持ちたいのか。うん、持ちたくはないけど最前提がこれっていうのはある。最前提がそれって嫌だよね、ちょっと。うん、なんかね、エラッシャーそんな持ってる意味じゃないのにね。うん、けどバレデコのバレデコの上位互換みたいになっちゃってるから。悲しすぎる。割り性能って高いの？一応タイブ積んでるからわかんない。タイブ積まなかったときは怖いかな、ちょっと。あ、タイブ積んでたら2発で割れるんじゃない？まあ、そもそもスプリンクラー置いて吐いたらだいぶダメージ入るしな。一発で割れるから。てか、カミトさんだけだよな、落ちたいとき持てないな。クーゲル受け身、ケルビンホット捨てじゃん。なんか、下手長くなったな。確かに。汚れない。チャーガン。クーゲルが左奥。クーゲルやった。ケルビンやった。ケルビンやったけど、ホットもらえ。ホッカス右ね。右。ホットいる？クーゲル左奥。ホットここ、ホットここ。ホット、あと一発。ホット、え？ホット、相打ち。あいつ、弾くれなかったかな。これ、先吐いたわ。すまん。諸事情って感じ、今の。やられかけたから、それで守った感じがある。クーゲル右奥。クーゲル一発。やべ、もらうか、危ねえ。クーゲル取ろうか。ごめん、正面もらいい。左から一発。ケルビンエリアない。右奥からジェッパ。もらった。入れないわな、それは。しゃあね。左からホット入ってくる。右入るかな。チャーが右ブロック上ね。左からホット入ってくる。右ケルビン。あ、もう、ステージ入ってる、ステージ入ってる。ほいほい。見えた見えた。どうやって入ったんやつ？右奥からだね。クーゲル一発圧で来る。雨溜まってる。雨吐くわ。アーマー吐くわ。俺はバブル溜まってる。左手前2枚。マネとケルビン。まあ、掘ったやった。あ、ごめん。バレアン、それ潰しちゃってる俺。ああ、大丈夫大丈夫。プレッサー右奥ね。チャージャー。ケルビンやった。俺もらったプレッサー。それ強に詰めなくていいよ、ウルモさん。いや、今ね。いや、やられた、マジか今。それ届くか、ごめん。チャージャーやった。ナイス。左からずっとあクーゲル来るよ。ステージからホット、デッパ打ってくる、あれ多分溜まったら。めっちゃスペシャル溜めてるもん。え、マジか。慣れねえな。先ちょんテキニックがあった。いや、これちょっと入れねえわ。ジャヤカオすぎる。あ、うっそ、ごめん、ホットカスもらった。吸われた、ホッカスジェッパ。ごめんなさい、マジ、今の。いいショットミスった。ケルビンやった。ナイス。どれどれ。やばい。ガス、マジか。お、やばい、ここやばい。ここホッカス、敵バル一発当て。もらった。左クーゲル、左クーゲル。やな、デッサ長すぎ。ホッカスやった。左のタワークーゲルね、ボール上、多分塗られただけだからわかんないけど。いや、多分手前のバルーンあたりなんか見た。いや、マジか。クーゲルーン。あれ、チャンネル彼右2枚。雨すぐ溜める。1枚やった。ナイス？いや、ジェッパもらった、マジか。ごめん、もらっちゃった、今。雨投げるわ。いや、ジェッパホットやべ。ジェッパはもう1枚やった。あ、ごめん、プレスもらった。あー、チョクられた。マジか。
今の直じゃないと思うんだけどな。いや、これプレスターもなんか危ねえ。いや、もうこれ拍手かねえ。今、落ちたの。いや、ブラもない。いや、悪いね。くそ。いや、ごめんね。俺が悪かったな、これちょっと。いや、ちょっと慣れないことはするもんじゃないだったな、俺のせい。いや、バラさんを左に運んでやれなかったな。気づくのが遅れた。なんか、ジェッパが多すぎてだな。ジェッパ多くて、こっちが先に落ちちゃったって感じ。俺もジェッパ見たら岩壁だから当たらなかったけど。俺も一枚落として岩壁しようとしたけど当たっちゃった。申し訳ねえ。この捨てはどっちでもいいけどバケツ持つかな、メインなので。もう言ってしまえばさ、もうこっちのこのステージもエロッシャーの方が強いんだよな。耐えた耐えた。ガンマイした。ガンマイおじさん3ステージしちゃったもんな。もう俺はバレル持つわ。案内しました。だったらハイドラでいいとか言われたらガチギレする。だったらバレルでいいよ。でもハイドラでよくね。冷静になった。だったらバレルでいい。いや、ハイドラでよくね。スピナーだからセーフ。確かに。ハイドラをスピナーに数えていいのか。え、違う。ハイドラはハイドラだ今。ハイドラチャージャーでしょ、チャージするから。だってやつ名前にスピナーついてないからな。ハイドラントだから。確かに。ワンチャン今の環境においてはスピナーじゃないかもしれん。別武器種もしかして。お仲間じゃないですか、カミトさん。仲間見つけやがったこの人。仲間になれたんけど。お仲間じゃないですか。ただ、神谷に関してはハイドラがスピナーじゃないからって別に痛くも痒くもないから。確かに。なんで？あ、このアンナちゃんかわいい。せっかく仲間見つけたのに。いや、なんかチャージされる方が嫌だけどな、個人的に俺。フォッカスバケ捨てじゃん。左奥からバケ。え、長くね。1枚やった。ブラやった。右奥1枚、左奥1枚。右奥と正面ね。正面のバレル。ナイスナイス。正面のバレルやった。相手全落ち。あ、どうしよう。入れない。右からバケツ。右キューブバケツ、正面バレル、左ケルビンね。右高バケツまだ。ホッカス、左ホッカス、ホッカスジェッパ入ってきた。俺、スフィアで対応するわ。やってた、ジェッパやった。バケツもらえ、バケツ正面、バケツ正面、バケツ正面、バレ。あ、割れたけど、あ、まだ割れてないか、割れてないか。一発一発で、ナイス、飛ぶわ。正面ケルビン、正面あとバケツ。あ、ごめん、ちょっ。くられたー。ナイス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 。え、マジ今の。マジか。あんま出たか。ロングの感覚で出たか。申し訳ない今。右ケルビン。右から多いね。バブル溜まった。ケルビンとバケねえのこと。左ステージにバケ。ホットいける。ホット左だか。俺合わせるよ。俺アーマーちょい行こうか。オッケー。あいつスピアで回ってきたな。一瞬でハゲたけど。いや、バケもない左、ケルビンもいる。左通路からバケ。右奥バレルね。右奥バレルだから。くっさ熱い、くっさ熱い、くっさ熱い。2枚、バケ。左まだバレルプレッサー、俺向けてる、俺向けてる、俺向けてる、バレル。あ、もらった。左バケまで。あ、くそ。ナイス。いや、投げやプレッサー、1.3 ってなんです、ペキョ。右高バレル。相手ジェッパ入ってきた。バケはやった。ナイス。ケルビンもない、ケルビン左詰めてる。ケルビン左。ケルビン、やれねえ、すまん。バレル引かせ、バレル引かせ。左下ね、左。ホットやった。やれねえ、ホットやった。その辺ケルビンにいると思う。オッケー。バケもらい、ごめん。バケル引いて。バケはやれ。ナイス、相手に打ち。バブル溜まった。サウチナイスバルヤン。バレルやばい。ゼロチゼロチゼロチ。俺塗るわ。このバブル邪魔だな。右奥バケ入ったよ。右奥バケ入ってる。うん、バケ一発当て。二
2発当て、2発当てだ。いや、またこのボム。1枚、バケ右高ね。スピア右から。あ、まあ、行くわ。左からスピア。プレッシャーもらった、左からスピア2個ね。あ、それ吹っ飛ぶのか、俺。あ、1。あ、ナイス、あ、1。バケやった。神、濡れるさ、正面。濡れる。左横からブラ。ナイス、バレや、それ。神か。バレる右。バレる右と飛び一人。いや、側面ついてる、側面ついてる。オッケー。バレる一発で。正面からバケ。いや、ケルビンもらい、ケルビン正面。待って、バレもらいそう。バレしゃあないな。それ。あー、右高バレル、正面ケルビン。バブル溜まった。左やつ。右から。いや、バケもない。バケ左手前。マジか、うっそ。いや、今のメルさんか。メルさん見てたのか。当たったのか、今の。いや、これ。いや、知らねえか、あ、残念。え、待って、ケルビン正面いたら分かんなかった、ごめん。ケルビン正面。いや、今入ってる。まあ、マジないスピアいるよ。スピア溜まったよ、ケルビン一応。いやー、あー、バケやった。いやー、これ1枚落としたけど、だな、バレルやった。いやー、ちょっと待んね。いや、あのケルビンはレモタソを見てた。マジで。マジで、俺完璧潜伏してた。いやー、惜しかった。私、左奥からめっちゃ回ってきたんだけどな。いやー、すま、マジでタコだったわ。いや、どんまいや。もうちょいやな。てやだな、なんか変な捨ててきそう。なんかモンガラキャンプ場とかすげえ来そうな予感するんだけど今。モンガラキャンプ場はもう、一旦持ちます。ホッケフトー、ホッケフトー、ナイス。俺これ初動プレッサーやるわ。僕これ持ちます。はい、了解。はい、了解。相手はプレッサー来そうだな。いや、バケツの役割考えた時一番近いのがこれだったっていうのがミスです。とりあえず初動プレッサーだから固めで抜けられないようにな。オッケー、うん、よろしく。私右見るわ。ぶっちゃけこの武器捨てちゃいらねえよ。誰か右見たいする？俺右通路塗ってから行くわ。俺普通にボム投げてるわ、右で。じゃあオッケー、じゃあ私左がいいかな。正面はマジで前からです。俺正面でどっかしら来ても回れるようにするわ。変数的にこれやん、きついと思うが頑張ってくれ。もうちょい前の方持った方がいい。いや、大丈夫大丈夫。私には大丈夫大丈夫。もうそれは承知の上で。では、行ってみましょう。まあ、なるべく固くするんで。バルサノリ巻いてるわ。やめてくれ。勘弁してくれ。そのまとまるでも出ないだろ。いや、止まる、めっちゃ引きだから、対抗戦の時。安定思考。受け身で来たやつ全員処刑してるから。マニュケルビン捨てじゃん。いや、ジャンプできなくてすげえびっくりしたんだけど、冷やすかいと。多分プレッサーバロさんじゃない。カウントするのが早いわ。右ケルビンともう1枚、2人2枚。マニュコか。プレッサー行くわ。オッケー。中央。エリアにケルビン。1枚やったケルビン。ナイス。ナイス。エリア塗る。もう1品し、中央。左奥ね、バレル左奥。あ、左奥。もらい。マジか。え、奥か。まだおる。いるな。まだ左奥。だいぶいてる。プレッサー打ってくるから気をつけた方がいい。敵通路からラッピーね。通路見てる。オッケー。7体即帰りするからよろしく。これ帰るわ。オッケーオッケー。俺かジェッパ。ごめん、俺がもらってた。俺のアーマー溜まった。は？熱いの左かこれ。左奥熱い、左奥熱い。マネとバレれる。ラッピーやった。右ね、右。正面マニュースポンジケルデコが中央だな。スピア持ってるからね、ケルデコ。雨溜まった。雨投げるわ。右奥手前マニュー、マニュー、あいつケルビンもいる、ケルビンもいる。ケルビンやった。ナイス。あと正面。正面カスダメとかだけど。左奥からはラピ。アーマーは溜まってる。左奥熱い。ケルビン右押さえるわ。マジか。俺帰る、これ帰る。左マニュー。
いや、マジでもうごめん。今、地震入った。地のコンテナ上。右からケルビン。コンテナ上か。帰りたい、帰れた。よかった。コンテナ上だと思うかな。ジェッパ正面から2人。雨すぐたまるよ。ジェッパが終わったら吐くわ。こっち向かないかな、ジェッパ。あ、これやべ、アップね。オッケー、雨入れる。雨中央入れるわ。1枚落とした。ナイス。エリアでスフィア、左側かも。左奥ね、あと。左奥バレるやった。ナイス。左奥、コンテナ、3段。これ塗るわ。俺後ろちょっと塗る。前頼む。オッケー、オッケー、オッケー。前出るわ。1枚落とした。ナイス。あとバレル、まだ左奥、だいぶ奥。右奥からケルビン、ラピ正面。ごめん、俺帰る。狙われてる。左奥から間に合う。これリード意識ね。絶対やった。オッケー、ナイスリー。オッケーオッケーオッケー、スピア入った。バレル一発、ごめん。敵広場。間に合った。ケルビンやった。ナイス。塗るわ。バレルもやった。ナイス。神。ラピもやった。神かなケルビンやった。おお。ナイス。これ初動ムーブ強いけど俺やることが少ねえな。なんか負担かけてるかもしんないって心配になる。じゃあこの武器塗りつえ。イエーイ。あ、4人だっけ？ん？もう5じゃない？ 5 じゃない？あれ？もう5だと思うよ。リーチの時にリん、いっぱいしてリーチ取って負けてって感じだった気がする。どうなんだろう？ 5、2。オッケー。勝利！なんで崩さないんだろう？私4、2だと思ったね。もうアプリで確認してるから5、2は確定で。オッケー。オッケー。ナイス。タイアリ！まあ、アジフライは俺がエロッシャーの連動がまだ低い感じ。タチオは明確、やること明確だからさ、あれだけど、うん、アジフライがエロッシャーどう動いていいか分かんなかったから、これは申し訳ねえな。多分アジフライは俺の問題だわ。なるほど。で、打倒はどうだろう。一応デスを抑えたつもりだけど、でも座頭はそれなりに動いたと思うけど。座頭はね、私がマジで待ってた。座頭はまあ俺も役割は一応あ分かってたから悪くはなかったけど、最後の打開がうまくいかなかったなーってのはあるかな。まあそれぐらい。あれは、うん、最後の打開違う、うん、いや最後の打開とかじゃなくてマジで私が沼だったそこは。了解。後で見とくわ。いや、ホッキーデュアカスかなりあれな気がするんだけど、俺。うん、どうだろうね。格段にデスは減ってるから。てか、ホッケ、武器うんぬん以前にホッケー苦手だから、ちょっと後ろ目がいいってのもある。いや、ホッケー言ってしまえばさ、初動プレスターチャージャーの方がド安定するんだよ。ホッケーチャージャー、今度出してみる？だって、ポイント数。あと直線だから。そう、それね。何気に初勝利じゃない？相手スプライだけど。わーい。スプラ X はあんま変わんないだろうしな。ちょっとトイレ行ってくる。カラカラ豚だっけ？あれ食ってないんだけど買ってきたわけだ。カラカラ豚？カラカラ豚？うん。新進化。まだあれだわ。それは新しい。もう一個もあってね。でも新ラーメンってあるやん。うん。もうあれは韓国のやつだからな。敵はバレーだったからいいけど、あのバレーの人
妥当でチャーム、妥当じゃないな、アジフライでチャーム持ってたからさ、全ステージチャーム持たれてたら俺の動きちょっと制限された感じあるだろうって。まあチャーなしだったっていうのは利点だった。うまい、チャーなしだけどどうするのかな。まあ、チャーだとその分俺がちょっと動きやすくなるけど。ああ、まあそうなるとあれか、いい分には。正直、俺光栄だし、俺の行動がど安定するから、チャーいた方がやりやすいのかな、パーティー的には。チャーいても、行動安定させるのが簡単だからさ。いや、やっぱ、バケツありだなぁ。単純に俺も最近バレル使う人いなさすぎて、バレルの射程を忘れかけてる。何回か足元救われたもっけ、ね、当たってないけど塗られるのきついよなあれ。だから気になるんだよな、俺柄のやか。でも俺優先なんだよな。なんかホッケでさ、ちょっとよくわかんない着地狩り入ったからさ俺。うん、当ててたんだけど死ぬと思わなくて、あのキンキンキンってなったから当ててたんだけどね、空中だったけど、なんか無敵入ったから別のところ向いたら相手に黄色が入ってたさ。でも相手の寿司黄色が遅いって感覚なかったから俺楽いのか心配になる、うん、まあ何分ちょっと今は、まあ、日本のいろんなところで使うも回線不調だろうからな。それ考慮しなかった。マイキー見つかった。おい、シェードあるの鬱陶しかったな、相手ケルビン。うん。うん。確かに。当てては来なかったけど、うん。単純にやりにくかった。そのうちシールド環境来るかもな。来ないか。でもずっと停滞してる感じだから、どうなんだろう。ただシェードは強いことに変わりないからさ。一回強化は入ったけど。この人はチャージャーの人か。あれが嫌だ。シールド張ってんのにチャーに抜かれるの、あれめっちゃ嫌だ。まあ、投げた直後から張られないから。そうそう。なんと、なんやかんや抜けるんだよ。そう。チャージしてなくても、抜かれるからな、あれ。ハイダーとクーゲルでもできるよ、それ。バイダーとちょっと難しい。バイダーとめっちゃ綺麗にやってないとダメだな。相手の募集、対抗戦相手募集、エリアも先、X の4乗やん。そうやで。相手、クワトロ X やから。最強やん。パワー1万とかじゃねえ。上位 0.1 人。測定不能でランキングならないんやろな。多分2乗、3乗って多分クラスがあるから。まだこちらの世界の人は上位勢でも2乗の世界行ってないから。多分異世界。レモンちゃんはオプレで配信するの？あ、オープレック撮ったん？うん、撮った。やっと来たって感じか、撮ったっていうよりは。結構、どのぐらい来たの？今、ライセンスって結構すぐ来んの？
私の場合土日挟んでたから4日ぐらいかかったけど。なんかめっちゃ早かったで、5日ぐらいで。ライセンスってなんであるん？オプレ配信権限で調べたら、うん、あの応募フォームがあって、そこから配信するソフトとなんかポチポチ売ってたら、それ送信したら、あのメールで、その多分今だったら送信したら出てくるか、 3から5日ぐらいかかりますとか書いてあったけど、1日で来た時もあったし。へえ。でも他にそういう権限が必要なプラットフォームとかってあるのかな、どうなんだろうね。ないんじゃない、 YouTube とかに行動ないでしょ。そう考えると珍しいよね。なんでなんだろう。オープンレック確か設立当初なんかはもう配信権限っていうよりか、もうあっち側から声かけてたからな。ね、そうですね。うちのサイトで配信しませんかって。結構ダイナモとあとなんだっけ、オスやってあのヘラクロスのアイコンの人、海外のユーザー、海外ユーザー。あの頃いかんせんニコニコ動画はさ、画質もあれだったしさ、配信者がお金払ってる時だからね。いやね、あれだよ、一番見やすい環境はユゴイチだったよ、ニコニコ動画で間違いなく。ああ、画質良かったよね。タイジスさえ結構荒いなと思う時あったもん。ね、本当にね。ユゴイチとネクラがツイッチで放送し始めて、あのインクストーム第1回、第2回かな、第2回インクストームで、うん。ツイッチは画質いいよね。ツイッチは画質めっちゃいい、ね。ミリラジだ。革命だと思った。ミリラジのやつだったわ。あとは神戸くんだけ、これもしかして。あ、ま、あ、マジで、もうできてんの？試し打ちしてた、ごめん。ガチヤマ潜ってた手で、すいません、ガチヤマ潜ってましたって言いながら入って。すいません、遅くなりましたって、グッドポイント。申し訳ない、気づかんかった。相手見つかった、いや、相手見つかった後に。そう、あれ立たないなと俺思ってた少し。俺なんなら大高生の時ずっとフレンド画面開いてるから。俺も開いてたけど、なんか俺開きっぱってなんか動く、なんか心配になって閉じて動いて、あ、閉じて入って閉じて入ってやってんだけど、俺あの放置してても日当たってたらパッて出てくるよ、ね、時間差で。なるほど、初めて来た。おお、ここハイダーとクゲどっちがいい？クーゲルかな、クーゲルかな。俺もクーゲルかな、ここは。相手チャーの人だから。あ、そうなん。あの、オンって人、多分あのオンちゃんツイート見たらチャーだった。2キル6ですとかだったけど、俺初動左行くよ、カミヤンと一緒に。オッケーオッケー、はいよ、頑張って出れるように頑張る。右行くわ、正面降りるわ。通告しないでね、メルさん。のコメントで俺がまたあのマカルーン切りするから。はぁ、問題は1回じゃないからな、それが。皆さんここ結構水没するからな。わかる。わざとじゃねえのっていうぐらい。片目は俺右通路見ながら小泉投げたりとかとレモタスさんと行動する感じかな。前のリグマだとそうだったよね、確か。うん。俺はまあ敵陣走り回るから、上さんにはちょっと後ろにいてもらう感じで。まあ、左ではあるけど。左でも右でも強いんだけど、さ。まあ、一石に右の方がいいかな、人数的な感覚で。ん？なんかギア間違ってる気がする。おや。不穏だ。よく黒かったらギア間違ってるわ。よく紺色だったらギア間違ってる。朝青龍のツイッター面白すぎたやろ。いや、間違ってるね。間違ってるね。フローだ。で、髪と向かうべきね。ここお風呂強いのかな、どうなんだろう。バケ捨てじゃん。いや、お風呂ドンビコン済みだ。
チャーが右から。バケ正面降りてる。え、オフラやった、オフラやった、オフラやった。めっちゃクリアン、お前。チャー抜かれ、ごめん。シオラッピーね、ラッピー。いや、バケ右対面、ラッピーやった。右バケ、右バケ。いや、バケもらえ、おい。逃げました、そろそろ挟まれるかも、それ。負けた。お風呂に殺された。お風呂は網渡って、こバケやった。うん、帰る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 。帰れない、チャー抜かれ、ごめんね。あー、お風呂それが強いのか。お風呂右広場ちょっといる。バケも右広場。ラピオ落ちた。ただプレッサーもらうかも。プレッサーもらうわ多分。ごめん、変わった。めっちゃ切れちゃった。一応落としたラピオ落としといた。左送ったね。風呂やった。あごめんもらい。ナイス。チャーもらい。ごめん。チャーエリアない。エリア右。やべ。いやラメララピもらうわこれ。お風呂もらった、すまん。右広場、ラピ。いや、あれさ、そこにいるか。やっべ。ごめーん、やっぱ帰れん。右めっちゃ寄ってる。左は薄いよ。うわ、入ってきてんの、バッケ。いや、マジか、死ぬ。いや、これ塗り切れないかな、ちょっと。ごめんねー、俺で、埋まったな。今、最後のやつ、もしかして、スペキを 0.3 積んでたら殺せたかなって感じだから、もしかしたら、俺、先般かもしれない。いや、射程負けだな。いや、初動左は割と完璧だった、うん、理想に近い感じだった。てか、左1枚しか来ないと思わなかったあの編成 で、あの位置、バルヤンのやつ挟みに行きたかったけど、いかせ地上のブロックが邪魔でな。てこれなんならワンチャンラピリ負けるかと思った。なんか、不完全燃焼って感じ。バケ振られると難しいな。どうしよっかな。どうしよっかな、ここ。ハイドラでいい感じはある。無印じゃなくていいかな、ローナ。このステオルロンブラ持っていい？ギアだもん。いいよ。いいよ。ハイドラのギアだもんな。相手、編成変わんない感じか。かなぁ。それかお風呂がバケとか。めんどくせぇ相手の編成。俺左網から行くわ。俺正面。俺初動とつるよ、いつも通り。OK。なるべくスリップ入れとくわ。頑張れ。ここは俺バルヤンにあれカバー入れにくいページだから。ここメレさんロングなんだね。うん、ちょっとロングの方が評価高いかな、こっちは。ラピードロンブラに変わった。で、チャー以外してじゃん、チャー大仏。オッケー。噛み合ったメレさん。よいしょ。バケが右溝から。さあ、初動プレッサーだ。一人やった。さあ、初動プレッサーだ、これ。バケ削ってる。はい、帰れない。美人がね。これ一回帰るわ。まあ、バケもらえ。インクが切れた。これお風呂右入られたら無理なんだけど。チャーも右入った、チャーも右入った、チャーも右入った、チャー右だね。1枚落とした、1枚落とした。ナイス。あとブラが右広、ブラ落とした。お風呂もらった、しま、右チャー。あー、まあ行くわ。オッケー。エリア前にお風呂チャー、ね、右タッカーで、チャー右タッカー。もうお風呂で死ぬのやだ。バケ復帰、雨入れるね。ごめん、バケ、バケをナイスナイス。あ、違う、チャー抜かれたのか。いや、これチャー右手前、中央のナイス、どうやって止めた。飛んでるね、右寄りにブライリー。はっ、うわー、チャーじゃか。いや、死ぬな、これ二人で抜かれたのか、今。いや、無理だ、死んだ。いや、私、これ俺目なんか。ロング広場にいるけど、バケが左手前にいる。バケ、ブラやった。いや、これここまで固められてやることがねえな。風呂やった。ナイス。いやー、プチがもらうわ。いや、いや、これね。すまん。これはどうするべきだったかな。初動プレッサー見え見えだったけど、俺帰れなかった。スパちゃん 0.2 が足りなかった。あそこかな。俺があれもらわなきゃ大丈夫だったかな。
感覚的には1回目の打開以降が 2-2 だったな。 2-2 とか2枚落ちて2枚生き残ってやった、うん、2枚落ちて2枚落としてあれだったらアーマー入ったところで落ちちゃってもうちょいアーマーが見えませんでしたね。これあの右裏のロングに直られたのは打開するんだったらそこだよな。さあチャーコラどうなるか入って多分チャーコラだろう。フローシーズ&ダリーナここ。そうだね、なんかフローが強いステージ結構いくね。多いな。フローが強いシールドが強いステージか。どこがチャーうまい感じ対面してね。プレッサーしかもらってない。普通に二次ショットを抜かれてる感じしかないからわかんねえや。うん、なんかメルさん毎回足元取られて死んでるみたいな。そう、つか他のやつと対面中に抜かれてるってしかないからなんとも言えねえ。あいつでも普通にオートロで完成キャンセル使ったら全然抜いてこなかったから。一回さっきジェッパにドラッグ決められたな。ああ、ジェッパ抜かれてたね。うん、いや、俺がジェッパ入ってる時にチャーにドラッグ決められた。あ、オッケー。相手減ってジェッパないよね。うん、あるっけ。ない。今のところはない。雨ばっかりだ、ね、ここ強えやん。ロン、ホッカスね。必戦だ。ホッカスか。必戦ホッカスステージアンチャー対物。ほっ、化けも振ったん感じね。チャーがカムバゾンビか。相打ち、フロア相打ちね。え、棒もらったごめんね。気づかなかった。チャー LG、チャー的 LG。あ、ごめん。ホッカスジロン。帰った。ナイス。実用いるよね。必戦ごめん、やられた。左手前に。ほっといいよ。ごめん、チャー抜かれ。チャー落とし。ナイス。ジェッパー溜まってる。俺遠い。ジロン、ジロン。ジロンからほっと。俺チャー復活間に合う。アーマーすぐ溜めるわ。俺アーマー溜まった、アーマー溜まった。オッケー。先入っていいの、先入っていいの。オッケー。あ、入った、入った。バケ右。右手前ブラ。やっべ。いや。右一人、右二人。いや、ジェッパー。バケやった。左手前。今違う。ブラ坂。いやー、直られたー。いやー、ごめん。これもらう。じゃあ左。必須もらい。チャーエリアね、今。チャーエリア。右行った。ない。発。ごめん。当たんなかった。一枚瀕死。左からホット。チャー正面。俺まだ遠いわ。あ、嘘。は？落ちたか。今なんで俺一撃やったん？いや今重なってたバケとブラは。あ、マジか。いや死なないよかそれ。バケ入ってる。バケ。バケ坂入った。坂。バケ一発当て。クイボもらい。どっから飛んできてんだよクイボ。あ、またまた。失敗いける。ブラ落とし、逃げていけよ俺。オッケー。ボムもらう。最悪。いやー濡れね。バケやった。あ、ボムら落とられるよな。ごめんね。いやー申し訳ねー。いや、あそこ手前にバケブラインの木知らんかった。どうすっかなー。ここブラきつかったなんでかこれ。うん、正直俺はほとんど中央でまともに動けてなかった。ちょっと中央まずいと 2、3回しか出てないしな。いや待って、塗りが全然取れてなかったから。ちゃんと相打ちっていうのは化けが思いのほか長かったっていう俺のミスだな。うん、あいつねもう画面が長かったと思ってたけど頑張ったから。ここはプレッシャーだろうな完全に。フォークゲルで うん、じゃあこれは左右ありかな。多分ラピエリ来るだろうな。ここ相
まあ俺多分初動左狙われる可能性結構あるから。私も左行くからいいよ。あ、了解。俺は普通にバリアの音もするわ。チャージャー嫌だな。チャージャー嫌だ。まあそうだね。ノースコね。相手ロング。オッケー。バケがゾンビガンズミ。タワー上1人。ごめん、バケもらった。チャーバルはちょっときつい。せやいち。ナイス。2、2。いや、落とせ。いや、まじ、それブラス届くのか。ごめん、やられた。ブラス、手前手前手前。ちょっと焦りすぎない。いやー、焦るしかねえんだよな。ごめん。いや、あれ届くと思わんかった。申し訳ねえ、これは。ヒッセン入ってきてる。ヒッセンもらえ。ヒッセンともう一枚入ってきてる。いやー、プレッサーも入りまして。いや、手前いるな。手前ブラドア。はい。いつまいブラね、多分。でもかからんな。俺ジャパ溜まってるけど。もう少しで溜まる。まとめ。オッケー、じゃあ、ならいっすか。バケ入ってる、バケ入ってる。右向か入る、右すら入ってる、バケ。わー、そのアーマーはずれ。何もできねえ。ロングやった。ナイス、タワーに走って。バケ、必戦、アーマー剥がし。え、嘘だろ、こいつ。神はまだ後ろから来るよ。タワー必戦。なんで今の知らんの？一瞬なかった、ごめんね。ミスター。右はやれる。左から分け、左から分け、入ってる入ってる。いやもう正面からいるわ。いやでもちょっとお前ちょっとキル考えてない。これ正面、正面、正面。いや、止めるだけだ。敵最短側ちゃう、今右ロン。ロングやった。ナイス。いや、ちゃんと、バケ一発当て。バケ。ちょっとこれ、カウント止め続けないと、バケがやった。ナイス。いや、必戦ごめん、もらい。敵最短。いや、マジかー、それ。プレッシャーきつい。プレッサー投げ。ロングタワー、ロングタワー、ロングタワー。いらないですね。ロングやったけど、ちゃあ、ちゃあ。ぬた。ブロックのとこ、ブロックのとこ。あ、また丸。いや、必戦入ってる。バケやった。抜けられてたんか。右ロンチャー。二点必戦。いや、ロンブラもらい。必戦手前ね。どこまで来るこれ。必戦ました。いや、バケ入ってる。必戦やった。ごめーん。プレスもらった。左手前からロンブラ入ってきた。うわー。いや、無理、バケ右。いや、スピアか。はあ、それロンブラ当たんのかよ。ちょっと俺、ジェパ束縛するわ。ちょっとこれはさすがに。え、ちゃん、ちゃんも入ってる。いや、ロングやってるのはマジか。いやー、もらった。いや、チョコもらい。チャーやって、知らないのあれ。マジか。いや、チャーにさ、すげえうまいショット決められてるんだけど。いや、きついなぁ。いや、チャーがきつい。必戦思ったより長いな、射程あいつ。いや、2回チャーにめちゃくちゃうまいショット決められた。まあ、浮きやすい状況だったからね。ここか。にしてもあそこな。もうどうにかしないと。これはまあさっきと同じ感じで。うん、了解。ちょっと左頑張って抜かれないようにね。まあそこは俺が頑張るようなことじゃないから、ね、相手が頑張るか頑張らないかだからな。僕が頑張らないから。空中でステップ踏めんのや。お風呂ね。しかもスコチャージにか絶対届くわ。
もう射程とか、チャー以外捨てじゃん、チャー対別。了解、プロダリーな。いや、マジにだるな、あいつ。右ブラ。黒いパターンで、黒に当たって、黒やった。一段化け。バブレイクよ。ロングインのか、ちょっと、左に。あ、ごめん、ロングもらい、右。届いたことか。ジニダンバケ、ジニダンバケ。帰れたー、危ねー。ナイス。二段にバケ、スピア溜まってる。バケ早えな、マジで。もしさか。あー、まさまった。飛ぶわ、俺。スピアいてる、スピアいてる。スピア来てるし。お前、プレッサーなーげ。1.3 とか。裏来るな。削ってもらえ。じゃあやった。ナイス、に落ちに相手。ジニダン風呂。いやー、マツさん。いや、知らんか。いや、これ知らんのおかしいけど。え、なんで何のためのターン。え、知らん、勝てるか。やった。ジニダンに風呂入れる。風呂。いや、風呂は下にいる。降りたか。ブラ一発当て。いやー、もう。ブラ、チャーか、チャーもらえ。敵にダンチャー。左からお風呂。ブラ。ブラやった。ブラ、バケもらえ、バケ右。バケ上がってくるよ。いや、無理だこれ。仲間ないと。バケ一発。あ、またチャーかよ。敵高したチャー、プレッサー。いや、きつい。いやー、それきついな。うわー。アーマー越し近くかよ。いや、もう、ちょっともらった。んー、これは。まあ、そこはあれだけど、登れた後やな。いや、マジか、俺プレッサージャンプで受けると思ったら写真元にスピアおった。なんかな、うまくいかんな。これで5だね。オッケー。元直が2回ぐらいあった。うん、俺の視点はチャーがきついとしか言えないな。最後は奮闘したけどって感じだった。俺もちょっとチャーに詰めれる状態じゃなかったな。もう中央まですら厳しかった。うん、チャー割りどうすっかだな。とりあえず詰められるのが、立ち上は右側しか詰められてなかったけど、まあ最初の方は処理できてたけど、後半はもう手が追っつかない感じだったな。そうね。うん、右もうちょい固くでいいかな。OK。まあそんなに詰めてはなかったんだけど。あれ、うん、右に、あれなんか、左最初見て、バレアのアション作る感じで左最初見て、でエリア塗って右見たときにあれなんだよね、なんか結構思いのほか詰められてる感覚があるから、うん、両方生きててもうなんか結構詰められてるなって感じしたから。オッケー。ちょっと右寄りで見ようかな。リッターじゃなければ初動チャーは俺なんも怖くないし。エリアは取れたけど、で、あれか、で、最初なんか拮抗してエリアは取って3枚死んで俺ギリギリ逃げて実質4落ちで、そっから打開ができてないな。うん、俺打開の時はそうなんですよ。1キルはなるべくできるようにしたけど、毎回チャーにヘルプ入られて 1枚たったにチャー抜かれたな。俺は俺は落ちるのがダメだからだいぶ引いてやってたけど、まあ、枯れるところはやったって感じかな。正直もう俺は着地だしゾンビガン済みだから、もう打開にはあんまり関与しないから、自陣に入ったやつはガンガン処理しに行くけど無理しない程度に。まあそうだね。
でもそうしたらなんかうまいところにあのチャーがいたんだよな毎回。しかも避けれないタイミングで倒した瞬間に抜かれた。まあチャー見れる以前のあれだったかもしれないけど、モズカは割とロンブラとバケツでまだ悩んでるところあるな。相手 X にエスプラにしかいないんだけど、いやもうちょい上とやりたいな。もう次カンスト2までしかないんだけど。ただ相手もカンスト2か。じゃあ別にカンスト2は別にいいんじゃない。逆になんか X4 って下手に書いてるところよりはなんかあれな気がする。ストレートは音だけかな。うんかな。オートロは俺の視点は精一杯頑張れた気がする。オートロ右が地獄だった。ワンチャン、ワンチャン俺がギア間違ってなかったら打開は最後ラスト相手カウント1残りでできてたかもしれないけどってとこだな。いやそっからでもクリストボは頑張って耐えたけど、最後の方、結局登られちゃったって感じだしな。俺マジで、前に出れる足はないと何もできねえな。寿司だったらまだ、スペシャルの重みが薄いからなんとかなるんだけど、寿司コラって正直打開の要になっちゃうから、もう自陣に入ってる奴がいるから、安易に倒しに行けないんだよな。そうだよな。アーマー2だったからなおさらだよね。アーマー2だったからバレオのジェッパーがキーになっちゃったっていうのあるかな。スフィアが弱えんだよ。スフィアは期待してないからな、あのスイージは。バケツのメイン性能に期待するからな、ここは。マジでアーマー2の時は、うん、まあそうだな。ボトル持つわじゃあ。でもバケツに持ち帰るか。じゃないと、あれ、レモタスさんの塗りが死んじゃうんだよな。レモタスさんに持ってもらってる節あるから、ワンちゃん。レオタスさんが結構シンボル管理しっかりしてくれるから。いや入ったよ。ハイドラ持つときはね結構安易できるんだけど、そうだな、あんまりになるとステージによっては打開が弱くなっちゃうね。全然そこ考慮しなかったな。そっか、あんまりだとジェッパーがマジでキーになっちゃうのか。で寿司だと噛み合わなくなっちゃうってやつか。うん、ちょっと自陣の処理がちょっとためらっちゃうというか、これでワンチャンと相打ちとか持ってかれたら始まんないなってなっちゃう。いやマジでこれはスフィアが悪い。皆さんもデュアル使いになろう。全然あれホッケだから持ってるってところあるからな、マジ。アーマー2枚雨でも高いはあんまりだからな。ホッケだからぶっちゃけなんか置き打ちでなんとかなるから持ちやすいってだけだからな、あれ。あとボムコロキル明らかに多いし、あれホッケのスプラッシュもクソ強いからな、マジで。わかる。普通にあこれ死ぬんじゃねって思って投げても死ぬもん、普通に。だってもう絶対避けれないしな。うん、関係ないわな。ボムヒレテに積んでるスプラッシュモブだからそこではあるよ。いやでもなんとか塗り維持できたのあれだな。1回目の対抗戦のアジフライぐらいだな。マジでなんかザップ
アーマー武器で前線なのがザップなのちょっと神兵が悪いな。そろそろシュートの新武器来るんじゃねと思ってるよ。前作からだってシューターの新武器なくない？やばいでしょ。まあしゃあなし。数多いからね。正直俺が持てる中でさ、島根ほど下がらずに前線やったまんまさ塗り強くできるってザップしかないんだけどさ、そもそもうちの編成塗りが弱くなるのってアーマーを増やしちゃった時だからさ、俺がザップ持ってもしょうがないんだよ。だ、ね、確かに怪我に。これは俺がホットブラスターをほかそう持つあれか案件か。なぜそうなった？わかんない。 あ、そういうこと？リトモ？中井は強いわな。中井今向こうの判断でステージ選ばれかけたよ。え、こっちでいるもんね。うん。これエリア対抗戦やんな。うん。そうそう、あの人なんか向こうが暇だから遊び出してるの。ガチャガチャやって今ステージ勝手にバッテラに決められたからビビった。バッテラとかさ富士坪とかそういうなんか中央殴り合わせてみたいな。バッテラだった。あとショッツルとかは本当にバケツ強いなと思えるけど本当に縦長がきつい。すごいな。相手妙子が得意なのか。妙子という謎の妙子ダンス。こいつ千里眼持ってるぞ。絶対相手も言ってるでしょ。起きた来たんだけど結局バッテラじゃねえかっつって。おやべえやべえっつって戻したら。あ、ここは私区切れ出します。はいよ。その橋にポイズン、橋奥の方にポイズン投げるわ。橋入るところってか、あの橋入るところのブロックあたりポイズン投げる。オッケー、手動橋行くね。俺ポイズンと一緒に私も投げてくれ。マジか、それ死ぬんじゃね。大体3点で1枚持っていこう。賭けで俺沼ちゃんから1枚持っていくって言ってるの友達。カレー飯ノーカリーノーライフのコラガドスコ。うわーのがいる。チャージャーおるか。ステジャンなし。他はなし。はいよ。ステジャンもなし。うん、なし。左からノバ入ってから、左からノバ。寿司コラも入ってきてるわ。手前え、マジか、それやった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 。もう一枚右奥にいる島根。ノバ橋上から降りた。ノバ手前、ノバ手前。ノバやられー。なしやったやった、ノバやった。左ちゃん、左ちゃん。いやー、島根もらい。やったやったやった。チャー、橋下。チャー、橋引きでいいよ、いいよ。俺、耐えるかもしんないから、チャー。エリアは塗るけど、チャーが引いてるからエリア塗るけど。左から、寿司ほら。寿司、ナイス。エリア塗って。やばい、ゴム踏んだ、最悪、ごめんね。右に乗る、ノバやった。エリア塗るわ。あー、チャー抜かれ。あー、塗り強え、マジでチャー。いや、塗れねえ。ナイス、ありがとう、今の。こっちが出たの、でけえ。橋はいるね、降りた、降りた、降りた。右、結構近いところにいると思う。いや、マジか、そこ。やった、やった、やった、もう2枚。ナイス。チャー相当前出る、前出る、前出る。ナイス、ナイス、ナイス、ナイス。いや、ぶね。いや、あいち、あいち。ナイス、ナイス、ナイス。神、神、神。チャーも復帰してる。アップレ。あ、またまった。相手スペシャル2枚溜まってるから。ハグよ。チャーやった。あとそのジェッパ着地。ジェッパ、ジェッパ落とし。ナイス。今のうますぎマジで。スフィア博士。スフィア的ガイド。いやー、それごめん。やっぱ、あーごめんもらったー。ノバ。シュレシャーカードノバ。ノバ。いや待って、ノバくれ。いや申し訳ない今の。いやすまん、今のノバエリア内から右行ってるな。右から右奥のバルーンくらいにいるノバは。手前いるな、これ今。左ちゃうね、左ちゃう。島根めっちゃ削った。ここ取ろうかな。うわ、ジェッパ来た。お前もらうかも。もらった。ジェッパ一発ごめん、逃げれなかった。あ、ごめん、ちゃうもらい。いや、間に合うよ。いや、もうとりあえずリードはしゃあないから。ジェッパーすぐたまりたまった。チャー落とし、チャー落として、チャー落として。ナイス。ナイス、ナイス、ナイス。あー、またまりか。スフィアたまった。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。行こう。
俺手間、奥が塗る、奥が塗る。あ、奥が塗れなかった。やった塗れた。ノバ。ナイス。やったやった、一枚やった。敵街灯茶。あぶね、抜かれおった今。一枚やった。じゃあ、だけ街灯ね。あ、ちょっと塗り管理するわ。左塗ってる、私。オッケー。左固め終わった。いや、超削られてる。怖い怖い。さあ、どこだ？あれか、ステージ。右奥のば、のば一発。あー、こいつ当たんね。ちゃやった、ちゃやった。右2枚、右2枚。しまねとのば。あー、ごめん、もらった。いや、これボムで逃げんねえかな。いや、ボムで死ぬ、これ。いや、ごめん、それ後ろ刺してあげたいけど。いや、今、あ、もう、マジか、お前。いや、しまね2発。オッケー、まだ時間ある。オッケー、ラストね、これ多分。了解了解了解。いや、またいいわ。あ、また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 。いや、マジ？え？え？何？お前リルガンかなんか？お前、島根。あ、ごめん。かまかまかま。いや、僕だけとかに島根いるよ。もうちょっとだけ待って、先輩いける。オッケー、ノバやった。ナイス。それで俺エリア止めるわ。寿司寿司シャーやった。今エリアボムラ来てる。一応手元入った。オッケーオッケーオッケー。また左塗り、あ、左オッケー。右耳固めろ、私。オッケー。島根が敵論。いや、島根一発もらえ、端上。おっす、死んだ。当たんないの今の。いや、伸ばしてくられ、右。ごめん。今エリア内、伸ばと島根。ナイス。あとエリア内もう一人。これ多分2枚やっちゃう。右ちゃう、右ちゃう、右。オッケー。3枚やれなかった今。あとジロンあたり。やばい、ボムだ。いや、絶版。一応2対2。削りだけ。一応2対2。いや、絶版肘。いや、入れねえ。ボムラがきつすぎる。いや、スンパ一発。チャー敵がいと。一応やった。売り上げ塗った。チャー引かせた、チャー引かせた。ステージね。ごめん、ノバもらい、ノバ右寄り右寄り。いや、チャーマジか、チャーもらい。チャー敵該当。やって、これ。ノバやった。あー、これ、チャー敵また。まあ、寿司パ左、エリア、右入ってる、右入ってる。右詰めてるよ、該当。2枚ね、2枚。まあ、これ、いかんと。いや、ま、1枚やった。やってた、やってた。うますぎるんだけど、寝るか。うわぁ。止まれ！なんてか寝ろ！俺やったけど。いやー、ごめん、俺がちょっと、精度悪かった、これは。さっき左見えてけど間違えたな。あれ、あの位置はしょうがない気するけどな。いや、来てたから思わずに左に。右には逃げらなさそう。右に多分死んだ。あれバルーン挟んで逃げるしかなかったから今の。いや、神谷がジロン詰められた時追いつけると思って出ちゃったけど、しかもクリボ出し持ってられて帰れんかった、ね。いや、移動できると思ったんだけど足でインク引っかかってダメだったんだ。しゃね、あそこな、あそこ割とでかかった気がするな。あれ俺のいい、なんかイージーミスっていうよりは俺関係ない気がする。あれはなんか足引っかかったの、たまにある足引っかかる。しかも寿司だと思って行ったら島根も途中で上がってきてクリボ出し取られちゃった。死んだキルカメラで壁に張り付いた。もう一枚だからあれやってても俺一日交換だったから分かんなかったな。まあ相手編成変わらずかな。チャーコラ寿司ノバ、いやノバはびっくりしたな。そうだね、まあさっきと同じ感じで。はいよ、富士壺バッテラぐらいは強いんじゃない。ノバ、あ、バッテラは強そうだ。確かにそれぐらいじゃない、本当にアリなのは。チャージャーよろしゃ、ノーバー。ノバー固定か、あいつ。へぇ、チャーペナアップ大仏、寿司こらせてじゃん。はいよ、了解、チャーペナアップ大仏か。左ノーバー一発。ごめん、寿司もらえ、寿司した、寿司した。一発当てる。X やった。ナイス。寿司見合ってる。いや、待って、足も、のマジで足つかまごめん。いや、今ここ、すげえ、伸ばるか、伸ばるか。あ、もう、チャー削り。ノーもらえ。チャー打ち。でも、最悪なんけど、さっきから最悪のタイミングでの足かかるけど、伸ば右よ。右で右。なん
ノバやった。正面ジェッパ。ジェッパやった。ナイス。ヨモさんの方見てるな、スペシャルを。うん。めっちゃ熱いこっち。ジェッパー速入れるね。オッケー。バブれないからもう。いや、濡れる。X、マジか、チャン抜かれ。チャン右奥。お前、チャン抜かれる。ナイス。濡れねえ。誰か濡れねえ。誰か濡れない。いや、ボム割れねえ。最悪。うっそ。自陣の塀の前、塀の前。それ、ナイス。けどだな。バブらバブらバブる。それ、ジャンプ見ないか。X やった。いや、チャンもない、マジか。いや、止めたい。自陣手前から来るよ。左手前、左手前。いや、いや、もう、もうつく。やべえ。あーもう。寿司もらい。濡れねえ。ねえ、マジ濡れないの、今の。てか、濡れないタイミングが最後のやつ。脱いってボム死なないと思ったけど死んじゃった。あれ申し訳ない。でもその前は濡れると思った。うえー、いやマジでノバなあ。あいつタイミングすぎ、毎回足引っかかるんけど。え、なにノバ推奨ある？ノバさ、あれもしかして相手の足が引っかかりやすくなるみたいな能力ある？ノバないでしょ。むしろ愛想能力かもしれん。あいつがほんのちょっとのインクで足引っかかるんけど。いやー濡れなかったのショックだな。右足ぐらいの感じ。来やがった。来やがった。来た。無双タイム入りまーす。任せたわ。すべてを委ねる俺のところに。ノバとか左入ったらもうちょろちょろのちょろだわ。また相手 X いるって分かってるのが怖え。確かに。チャーエクあるって分かっちゃったからな。映像を積んでいく。X だけなら神谷に任せれるんだけど、チャーヒクだから無理なんだよな。ちょっと片方見てる間に片方にやられる。いやマジであれなんか塗りが入ってほしかったとかそういうものじゃなくて、さっきの本当に濡れてるように見えて全然エリア取れなかったの結構ショックだった。いやマジでもうええやんそのぐらいってぐらい濡れてんのに全然濡れない。修正いると思う。おかしいやろあれ。全然濡れてないってなるもん毎回。98% ぐらい濡れてんのに。チャーク無印シャーカー。あれ無印だ。知ってチャーカーのバガステじゃん。チャーコラが対物。チャーク普通のチャージャーだ。左チャーノバセンサー2枚してマジか。それめくられるノバか。あいつずっと潜伏したのか。いやずっと上にいてずっと腕打ってた。マジで引く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 。ミサイル溜まった。いマジか。え、なんでカプスマン死ねない今の。ノバやった。俺が死んでいないの。これだけ舐めてこ。ありがとう。ノバ落ちてる。ミサイル溜まる。 X やれそう。いやこれマジか。え、これ、え、マジでどうやって抜けたのあいつ。雨入れる。ノバもらい、ごめんね。だいぶ奥ね、だいぶ奥。雨入れてる。チャートノバ先。あとノバ上ね、ノバ上、ノバ上。いや、でもこれペレスさんもらった。いやごめん、シャーカーやったけど、ペレスさんもらったわ。ペレスさん、あれ当たってない気するんだけど。いや、ちょっと何人か怪しいのいるけど。あ、マジか。いや、これ間に合うか。間に合った。まあ、ボム。いや、ノバ1、ごめん。正面って、プレスあるよ。テケリあたり、X。だいぶ奥、だいぶ奥。いや、ごめん、これ X もらうわ。X 落とし。ナイス。ナイス。テケリは、あー、チャミカレスマー。見てなかった。ノバいた。でもこれ、前出るしかない。ノバあれ、ナイス。いやー、これ。いやこれ、いや申し訳ねえ、入れねえマジで。いやここは JD 一瞬取れたらここは取れるけど。いや待って頑張って塗ってる。俺が塗ってるんだぞ。ナイス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 。ジャンプジャンプ落とし。ええ、カミトさん今死んでなくない？全然ジェッパ違うと思ってたよ。 X でも一発ごめん。あーうどんごめん。え、でも今やられたのジェッパやね。え、じゃ全然違うとこ弾飛んでてる。カナミとか飛んでってんだけどかな。右の場入ってる。いやこれやりにくいな。これどうすか。
いや、右、え、3枚見えた今、違うか。じゃあ右プレサイルーベなんだったら。あ、見えてノバ X は見えてる、とりあえず。ごめん、ノバもらい見えなかった。いや、マジか。いや、マジか、このタイミングで。ノバどこ？マジ、これか。ノバやった。ナイス。正面シャー、正面シャーか。あー、もう。いや、止めるしかねえな、これ。うわ、落とした。あ、ナイス。いや、これ、さすがに塗り合ったら勝てねえや。シャーいるな。ノバ上。いや、マジか。いや、ノバ。いや、引っかかってしまったやつだ。ノバがきついな。いや、チャンスは作れるけど、物にできなかった。なんだろうな。なんか。お父さん、どんな感じ？詰めれなそうだよね、あれ。もう入れねえ。抜いてはいるけど。いや、あのね、チャーはどうでもいいんだけど、チャーか落としても、エクスが飛んでくるから。ロンブラ持つ意味がね、ノバにぶっ殺されまくってたわ。出たー、さっきの反省を生かし、何を持ったらいいでしょうか。X でしょ。 X? 好きなやつね。およ。さっきの反省どこ行った。記憶ぶっ飛んでるでしょ。なんでもいい、なんでもいいじゃん。使えるのもったいない。あれ、スネ夫とか使いよる気もあるよ。それは割と持てるけど、でもこれだったら絶対。でもさ、プレッサーでいい。もう逆にプレッサーっていう判断は。うん、あり。練習中だから許してくれ。練習っていう感じだから許してくれ。でバレデコ普段なら持つけど、でもバレデコだったらエロッシャーの方がいいんだ。でもエロッシャーはさっき立ちたから。大丈夫。ガチだけどガチじゃないから。なるほどね。じゃあさっきと同じ感じで行ってみよう。さ、左入るとき言ってもらえる？ん？うん。左入ろうと入りたいときとか、左入りたいって言ってくれたら、左の方私援護行くから。チャーよっしゃの波やだな。チャーペナー対物寿司コラステジャンのみ。ゲイ。X は対物なしね。右正面チャージャー。チャーが左から。ええか。あ、チャーあそこか。いや、そのボム、運だけ、マジで。いや、今のバレーをもらうのか、あれ。あんま止まってるけど。そこで寿司がエリアない。左、ちょっと詰め気味相手。裏入ってる相手。ノバ左ね。ジェッパもうちょい。ジェッパいける。プレッサーはいける。雨すぐ溜まるわ。いや、マジか、これ。ジェッパ。いや、やってた。ナイス、ありがとう。いや、待って、ノバ入ってる、ノバ入ってる、ノバ自信入ってる。マジで。いや、これ当てれるから当てるね。プレスもらえ。ノバまだ自陣いる。飛び入ってる1個。寿司コラ捨てちゃんだから。ノバ地味板が。これちょっときついな。どうやって触ろう。この辺か。いやー、マジ今の直か。寿司？いや、ちょっとねえよ。寿司に当ててる。ノバやった。寿司。は？やってね、あと一発。後ろ。やるしかねえけど、なんだなんかチャーコラの方が良さそうね、最終的に。きそう。ノバがぶっ刺さってるな。俺マジであいつの運だけボムに殺されたんだけど。あれどんまいやな、勢いなくなる最後で1回転目で落ちてきて、俺死んだんだけど。しかも俺壁に張り付いてたな。ブラシもあれずるいな。なんかヤグラとかからコロンと落ちてきて死ぬやつ。マジで押してくるかさえ曖昧だったんだけど、あれどうやどっちに行っても俺運だけだったんだけど、ギャンブル。しかもあれ落ちそうな時って割れないでしょ、爆発、うん、落下地は割れない、地面ついてないと。ゴミやん。縁側はプリルです。ここ難しいな。ここ初動どうしようね。俺正直今まで右行って右で孤立し続けてるんだけど。俺初動右行く、プリル。私左行きたいから俺正面の方がいいかな。
茶エロシャ確定でしょ。初動エロシャは高だろうし、茶は左バトルの手前くらいだろうね。右から神アンと入って右崩して敵高下抜けるか。それで行ってみる。うん、まあ、茶エクだとしよう。どれが一番動きやすいかもしれない。シコラに一角ですかぐらいのスキル速度があるかな。あ、私2発当てた瞬間にバン死んで変わんねえのはぁと思って。ギア構成も変わりなし。変わんないね。はいよ。あーノバが入った、ね、高いとこノバだよね。一枚やった。スシャは死んだね。んあ、いる。上上上ノバやった。シャラこっち見てる。チャー詰めてる。チャー2発。いやお前寿司、いや受けの髪噛み合っちゃった。正面寿司。チャーは落とした。寿司も落とした。ナイス。奥だよね。バレアエルシャーやった。ちょっと右寄りすぎかな。ノバが右、ノバが右、ノバやった。あーまた回る。相手のスペシャル1枚溜まったら、あそこちゃ振りらんね。あ、上いるわ。こいつ投げてるけど、今アザリハンターあった。右から寿司。降りるかな、うん、降りるか。ノバは瀕死、ノバ瀕死、ノバ瀕死。バブル、バブルやった。ナイス。ノバだけだけどプレスあるわ、これ。うん、ちょっと俺これ。こっち塗り合う。寿司一発。あ、じゃあ、ノバ一発。バブルもあれ。取られちゃうか。え、両方しないのそれ。ノバ、え、ノバ死んでない。なんで。ノバどこだ。ノバこのブロック。ノバ落とした。左ステッパー、ステッパーやった。そこ飛べるかみやん。あー飛べ飛べ飛べ。右塗ってる、右塗ってる。いやボア、いやバブル死んだ、ごめん。あれ死んのか、エロシャ高ね。いやノバ、ノバ右来てる。いやちょっときついかなこれ。塗り合ってる。塗り合は止めてる、とりあえず。ノバやった。ごめん、寿司もらったー。で、寿司。いや、寿司なかった。いや、また右の場。やべ、これ当てれなかった。エリア取る、エリア取る。の場はやれる。ナイス。は、マジか、終わっちゃった、ジェッパ。いや、おもらいの場。の場入ってくるかも。バブル気をつけてね。いや、バブル死ぬ。いや、それ死ぬの。の場右下行ったよ。右下から上がってくるかも。オッケーオッケーオッケー。じゃあ、右ね、右まで。いや、ジェッパもらう、これ。ごめん、ジェッパもらえ。やべ、これ避けれねえ、さすがに。ジェッパー、3発当て。いや、ノバ死なんだ、ごめん。ノバやった。です正面、ちゃうね。右奥にエロスシャーかな。右バトルのあたりで X。じゃあ、中央。どう動く？そこのチャッチな。スペシャルは俺いつも OK だけど。ジェッパーもうちょい。後ろから寿司。やった。ナイス。もう塗り入るわ俺。バブル怖い。塗った塗った塗った。エクセやった。ナイス。チャーが敵陣前。右奥、左なんかいるメレさん。いやいない。インクライフ来てるだけ。左から寿司ね。あそこか。坂の右だな。ただあそこちょっと間違えられたら勝てねえな。俺もう出っ張るけどだな。あそういうことか。バトルの X 希少。どうすればいい。エロシャ瀕死。あれね。あー、オーラから右右右右。エリアノバね、エリアノバ、エリアノバ、エリアノバ。やばい。寿司食らって敵バトル。違う違う、ノバもらった。ノバエリアノバ、エリアノバ、エリアノバ。ノバ、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 ノノバ奥、左ね。ノバ左。はぁ、寿司ノバ。ノバ裏入った。オブラ、ノバ。正面寿司、正面寿司。これもう、ノバもらい。プレッサーもらうかな、これ。
ジェッパー溜まった。あ、また溜まるわ。ノバやった。エラス落とし。置いて落とした。チャー当ててる。チャー正面高め。バブル怖えこれ。チャー落とした落とし。エリアン捨てる。ノバ敵が取る。え、こいつ正面寿司から溜まってる。ノバやった。ナイスナイス。カウント動く、カウント動く、カウント動く。やばいやばいやばい。デパ肘、デパ肘、デパ肘。やった、ナイスナイスナイス。 X2 発チャー気をつけて。ごめん、右 X、右 X2 発アマ欲しい。アリースナイスナイス。いや、今あの寿司絶対弾当たってないのに死んだんだけど俺。あの寿司ちょっと怪しいよね、やっぱり。あいつの意味が追いつく前に死んだ俺。あいつだって一角寿司だもん。やっと縁側勝てたな。勝てたけど、俺が最後3人、3人あれだから爆地仕掛けてワンチャン通っただけだから安定性は欠けるの。まだあれでいいとは思えないな。まあね、勝ち方ではない。バケデコと無印どっちがいいんだろうな、このステージは。どうなんだろう、好きじゃね。俺評価トントンだわ、ね、マルチミサイル結構うざいと思うけど。そう、マルチミサイルありだなと思っちゃったから今聞いてみた。試してみるか。まあ敵陣抜き俺の、ね、敵陣抜き俺の役割だから。そう、別にいいと思うけど。毎回スフィア先輩がアダコーダー言ってる記憶あるから。デボンはスプリンクラーが弱いのがダメなんだよ。スフィアも弱いけどな。スプリンクラーの敵高の左壁に張り付けといたら強いよ。あそこ金網ないから、うん、射程ないと。どうしようかな。左か右どっち行こうかな。私右降りるわ。あ、じゃあ俺もう一度右、あ、メルさん右行く。右行くだと俺左行くわ。俺いつも正面だけどバケツ、どっちでもいいよ。あ、じゃあ俺右行くわ。俺は左に降りる。オッケー。デモタスさんかバレアンでどっちがカバーって言ったら、対面しにくいデモタスさんカバー入った方がいいかなと思って、最初行くなら。右行くね、まあ、じゃあ。カバーこの人には必要ねえなって言わせてあげるよ。なるほどね。いや、いるとこで似てるわじゃあ。あ、死んだって言って。しまね。敵と一緒にやろう。全員してじゃん。寿司からいかにんね。ノバでやん、ノバ。今やった。エリアも貸して。ノバやった。ナイスカバー。もう一丁取る、もう一丁取る。チャーが取る、エリア取る、エリア取る。チャー2発、帰った。屋根は取れた。プレッサーにミサイル合わせるけど。屋根、これ来てんのか。いや、でも俺、この間も。あ、チャーコラか。右からノバ、右からノバ。ノバ右だ。ノバ取れる、やった。一発、ナイス。高にミサイル入れてる。屋根2枚。寿司コラとチャー。メルさん捨てちゃう。1枚やった。チャーは自害した、チャーは自害した。あ、俺ミスったかも。チャーいる、チャーいる、チャーいる。え、チャー死んでないの今。チャー左ね、今そこ。いや、1枚もらえ。ジェッパー落とし。ナイスさ、助かったわ。ノバ右屋根。ノバまた右だね。あ、仕事した。すまん、右。おっと、フォローは必要ない。じゃあ、アーマリク。オッケー。上チャーね。チャー気をつけて。足元塗っとくよ。エリア塗るわ。いや、このボムノバヒー、ごめん、ノバやられた。ノバ、手前寿司コラやったけどもらい。左ノバ。いや、やれねえか。一発当たったんだけど。左ノバ島ね。左三枚だったな。止められたくはないな。これ右から上がってくる。俺正面見る。ここから上がってくるわ。右高か。手前削ってる。バレンの後ろにいる。一枚。バレン一発当て。一枚やった。もうちょい、もうちょい、もうちょい。ナイス。チャーにミサイル入れる。シャカ入ってる。シャカ押す。シャカ降りた。シャカ、シャカまだいる。シャワロックしてる。いや、知らねえ、硬すぎ。おい、人2枚、人2枚。シャーやった。ナイス。いや、もうナイスしから。シャカやった。ノバ、ノバまだいる、ノバいる。ノバもやった。ノバいるよ。ナイス。寿司こな左、寿司こな左。左ね。あ、オッケー、オッケー、そこね。ジャッパ溜まってる、ジャッパ溜まってる。
俺敵タカ入ってるわ。バリアン飛んでもいいよ。いや、俺今正面いる。ごめん。オッケー。ノバもらい。右一発。なんか左でノバ来るよ。ノバもらった直撃かよ。ノバ左。一発してる。ジェッパー落とせなかった。ナイス。ジェッパー落とせなかった。ジェッパー左ね。ジェッパー左着地。やばい、9番。正面島根。島根、ごめん。これきついな。いや、ごめん。めっちゃ当ててる正面。2発ずつ。左にシャーカー。正面出身ね、正面出身。1枚やった。左ずっとシャーカーいる。エリア塗れるわ。島根30削り。エリア塗った。いや、ちょっと抜かれた。ちゃ上で、ちゃ上。右になんかノバかなんか入る。帰る。帰れなかった。右が入る、右が入る、右が入る。右が入ったね。ノバやった。いや、もらったわ、一発。入ってる、自陣入ってる、右入る。ナイス。落とした、落とした、落とした。オッケー、オッケー。これ、タカフリーか？カウントスムを相手自宅フリーだと思う。ちゃんとこ飛んだね。チャーにミサイル入れた。チャー30。ナイス。マジかそれ。1枚。いやー、右2枚もらい。エリア取った。寿司と島根かな。あ、維持する、維持する。右維持する。右ヘルプ欲しい、右ヘルプ欲しい。俺ちょっと手前側から行く右は。あ、またまる、またまる。右ジェッパーね。ナイスジェッパー。落としたけど、ジェッパーもらうわ、これ。ジェッパーの着地、それ見れるよね。うん。見てる見てる。あ、ごめん、ボンもらっちゃった。チャータカ。カウント動くよ。チャーと見合い。チャー落とす、チャーヒー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 。チャーやった、チャーやった。塗り合う、塗り合う、塗り合う、塗り合う。うわお。あ、そしてもらえ。右まだいるな、これ。これ多分自宅登ってくるな。右は、右の場ね、右の場、右の場。右いたらの場。オッケーオッケー。あ、後ろ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 、バレ、後ろ、後ろ、後ろ。やってやってやって、ナイスナイス。あー、ちゃうのかれ。正面高に行っちゃおう。いや、いる、まだいるやん。まだいる、G2 枚飛んでる。寿司やった。塗り合ってる。ごめんの、あー、のぼぼれ。いや、マジか、さ、気づかれてる。いや、あと30秒ね。シャーカー、ごめん、2発。シャーのヘイトは変えてるけど。寿司ごめんもらい。屋根上フリーね、屋根上フリー。正面寿司の場。ごめん、ああごめん。ちゃもらった。あ、ちゃやられた。マジかそれ届くのか。のば手前来てるよ。オッケー。これは戦い。寿司30削り。手前好きや。どっちでー。このチャーやばい。いや、それ屋根取られてんのか。1枚落としたけど。いやー。あーごめんね。途中まではめっちゃ良かったけどね。あれどうやって来たの？左後ろから来たけど。うんね。左後ろが来て左のとこ塗られてなかったんだあの時。そう。え、ちょっと待って、今のマジでやばい。ちょっと動画見てほしい今の。今屋根にいるの知りたかった。いや無理だったあれ。いや今のチャーはひどいわ。パシパシャン飛んできたんだけど、弾が。終わりやんな。うん。終わりかな。惜しかったな、デボン。最後の屋根にいたの分からなかったな。その、あれ、俺がやられた屋根にいるじゃなくて、それは屋根にいるやんって言って、俺は死んで、報告入って、そいつらはカバー入って一人帰って、で、その後だよね、最後の打開の時だよね、地屋根にいたの。あれ気づかんかった、うん、俺も。スフィアから逃げてたら挟まれた。俺、その時気づかなかったんかな、ごめん。多分見落としてんだな、俺がどっかで。最初、最後、バレアンが、あのスフィアのノバともう一人に追いかけられてたとこでしょ。うん、そしたら前にも後ろのやつは処理したんで、その後ろのやつは1枚処理して、スフィアのやつ、その前のやつ見えなかったな。スフィアだけだと思ったから、屋根登っていいかなと思ったから、屋根の方行っちゃったなと思った。あそこいるって分かってたら、下降りる選択したんだけど。ノバが刺さったな、なぜか知らないけど。ノバ刺さったね。スフィアで、俺のところまで来てくるのがやべえ。つうか俺無印バケツ評価めっちゃ上がってきてるんだけど。ノバっていうかスプラッシュオンが刺さってる気がする。あ、
スパショーもやだな、確かに。俺、これまでで一番自由に動けたわ。ああ。もう一生敵たかってる、チャーニャーつかけたりできた。ね、初めてだね、高いけたの。こんなに入れたのは初めてだね。1、2回はあったけど。あそこ、あれだな、どっちか通った方がよかったな、登れてたときに。さすがに一人でいいじゃん、きついでしょ、上。確かに。だけど敵が、なんか割と。私はによるな。あの、私は捨てちゃんじゃなかったから飛ばなかったけど。捨てちゃんありかもね。俺は知人にいた方がいいかなって感じ してるから。俺以外電子ステジャンでもいいかも。ほら、右の抜けは見れたつもりだけど、左から、てか正面から抜けてくるのは見れてなかったな。ほぼほぼ正面からだったな、でも。ね、だったよね、多分。相手見つかった。オッケー。勝手にやってるけど。デボン無印でいいかもな、バケツ。単純にミサイルが強かった。屋根上に撃つ。あれはマジであり。ちょっとバケツ無印多めに採用ありだな。けどさ、俺思うんだけどさ、うん、相手にしてる時のスフィア結構嫌なんけど、あ、照射からそうなん。いや、それがまあ限った話、俺がタイプ積んでない時に限ってるんだよ。チャオはボムあるから大丈夫だけど、俺の持ち武器それ以外ボムねえから、あ、単純に結構鬱陶しい。俺もあの捨てに関しては食いぼだからスフィアなかなか避けれないから、ね、なんか相手にするとスフィア結構うざいっていうのはある。なるほどね。あれガチや、あれリーグマッチリアやホッケンガーやで。ホッケンガー課題してやんけ。 あと53分やけど、いや、まあまあまあ、まあ、いやすげえ、さっきのやつ2174で18だってすごい。どんだけ聞けなかった。そりゃいろんな。だったらリグマやって俺ちょっとケルビンの練習したい。あ、オッケーオッケー。ケー。特にホッケなんかケルビン強いしな。今はクーゲルに良さそうだな。部屋作ったわ。暑い今日。対岸はどんな感じだった？門から。ケルビンで思い出したけど。ん？呼吸してなかったけど。いや、俺何回かチャンスは作ったつもりなんだけど、俺がマジで何もできなかった。つか触れない、触れなかった。つか触ろうとしたらノバが来て速攻で殺されて美しい返してたから、マジノバがきつかった。俺らが2枚揃った時もそんなになかったけど、その時に崩れる気が全部ノバだった。うん、そういう時に限ってバケツの方が良かったなと思うんだよね。まあ、あの近距離さん正直バケツなら勝ってると思うな。うん、なんかな、ロンブラ持つとバケツの方がいいなってなって、バケツ持つとロンブラの方がいいなってなるのがマジであのステージ。じゃあまあ当たり合いだからな、そこら辺は。ロンブラケルビンは正直食い合う。うん、どっちがとどまってもどっちかの強みが死ぬ。だから結局両方同じようなところに行って両方の場にやられた。ミルさんがスピードで押してシールド貼って援護して、ミルさんが復帰したのを飛ばせてみたいな感じが。俺後ろ行った方がいいのかな、あれ。え、多分ケルビン戦闘ではないと思う。あの後ろケルビン弱くね、正直。ケルビンの意味がない気がする。なんか俺がデュアカスを持って後ろやるんだよ。デュアカスに逃げるな。じゃあデュアカス練習しようぜ、今から。ちょっとホッケもあるんだし。いや、なんか、いや、ホッケ無印バケをちょっと試したいから今バケ持ってる。原画は引くやつやん。ほほ
全部カウント競ってるからな。カウント競ってこっちが打開失敗した分取られて負けてる感じ。なるほどね。5回やって5回負ける相手じゃない気がする。さっきからやってるのは。まあ現に勝てそうな試合あったからな。まあでもそもそもこっちの編成的に53とか54とか起きにくい編成だからな。ぐらいやった。いや俺曲者うまくねえの。素でやってたけど。いやナイス。シード強え。なんかいるんだけどこんなとこ。いややったやったやった。マジかいし。いっちゃなんだけどシード強え。メルさんめっちゃ構えてるよ。ブラ落としたバレルやった。あ、いやいや、なんか当てたいと思った。当てた。魅力ね、そしてそして残り、あと1魅力、みんな魅力了解。オーラからもある。全然聞いてなかった今カメテ君のホック敵もそこから来ると思うんやろな。上いや、ブラ2発。いや、これ寿司屋、ダップやった。いやさ、クーゲルだとわかるけどさ、寿司やったバレルここだ固めてるときやることねえんだよな。ホッカス右、ホッカス左打ち、マジで今の俺最速キル速でだけど、やられたわ。どうじゃ落としてる。いやない。いやマジか、瀕死。だってインク足りなかった、ごめん瀕死瀕死。ナイス。いや今、普通にはいって思ったけど、一発しか出なかった、弾。俺あれぶっちゃけ一発当てたからいけるかと思ったけど当たんなかった。2発目ペッてやって普通に終わった。いやでも今の最後のホッカス対面スライドの感覚完全にマニコだったな。めっちゃキル取ったわ。ちょっと手前めにスライドしても当てれたな。ちゃんと俺はプライムだって思えばいいんだよ。おつ長いか。それ劣化してね。俺はプライムだって劣化してないから。いやでもそれぐらいの気持ちの方がさ、2角取りやすくない？多分。あら確かに。なんか長いからいけるわって思ったら三角になるじゃんこいつ。そうなんだよね、満身した瞬間。でも正直俺の立ち回り別に2角が三角になったところでそこまで影響しない動きだからな。でもじゃん、うん、それね、2角が四角になった時ね、マジで発狂するよ。もう四角は諦めるしかねえよ。メインクイ加速が欲しい。加速メインこれ持ってたっけ？どこの？バニの感覚でやるとスライド後にスティックを仕込んでて立射になって殺されてるだろ。マジでザラだからな。イカ速メインのメインクレーテン2のインクファイクレーテンしちゃったらあるよ。ああでも足にメインクスペースがあったからそれで代用いいかなとりあえず。俺メインク1イカ速 0.2 にサブインクレーテン1ならあるよ。待って何の話してるの？ん？なんかメインクイ加速が欲しいって。戦いにならないかって話。何のギア？メインクイ加速？ん？あ、普通にギアガス。特にイ加速のイ加速 1.1 メインク 0.2 ならあるわ。てか、カレッジスレッドグレーってやつ、ジモンで全部ラソール。もう。みんな 0.2 やな、メインク。でも俺のやつが一番マッチしてね。メインク1、加速 0.2、サブインク 0.1 って。デュアカス。0.1 もなかなかのもんだと思いますよ。デュアカス向きじゃね。カツオ節。おむつチップカツオ節。うまそう。うめめってやつがいた。これ右行こうかな。皆さん、バケツホッケどうだった？バケツホッケ楽しかった。うん、まだやってないか。うわ、なんか不毛なシールド勝負が俺には見えるぜ。あ、そっか、メルさん、こっちなんか負けるけど。だって視点がおかしい、助けてほしい。ハイドラとかやつやべえだろ、マジで。やべえ。ちょっと待って、視点おかしいよ、ちょっと。エリア内に風呂。2つ当て。ケルビンはやった。ケルビンじゃねえ、ハイドラ。あとハイドラ風呂やった。あれ死ぬんだ今の。いや分からんな。カーリングボムかーい。やーい、カーリングボムでやがんな、あいつ。右はさっき飛んで帰ってったからどうか分かんねえよ。いないかな。一人やった。死んでった。
ハイドラ瀕死、ハイドラ瀕死、爆発せばしよう。オーラから間に合う。いや、スパも大正面。右、あ、右裏ですか。いや、まあ瀕死だったけど、ダメだった、勝てんかったわ。魅力は使ったりね。ボムラ打ってるわ、ボムラ打ちながら入ってる。ジーン、全然効いてなかったもん。そのクルリンずるいよな、ワンチャンって感じまで。スパは右。ハイドラエリア内ね。ハイドラ落とせる。ハイドラ瀕死、ハイドラ瀕死、ハイドラ瀕死。ヒシャケ甘入りました。あと右スパが見えに行ってる。スパやったスパやった。ナイス。左からずっと回入。いや待って、足つかまえ、危ねえ。右ビーコン立ってるから。一人やった。やば、手前いる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 。散りましたー。ナイス、相打ち。あぶねえ、ハイドラやった。マーニュいるでーって。いや、いやでもその正面から来たってことは、もうさっさ今スルーしたってことでね。いやいや、上から降りてきた、上から降りてきた。あ、上から降りてきたんか、今。あれでここほんと片目やることないんだよな、まあ、プレスあるからまだマシだけど。あ、いや、オムラ右からか当ててる。こんばバレアン後ろ、バレアン後ろ、バレアン後ろ、いるここら辺。いや、当ててる、当てて、あ、帰った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 。あと風呂がこの辺見てる。ハイドラが左奥、雨入れてるエリアに。エリア変わった。いや、雨つきか。うわ、まだ風呂いんのか、お前帰れ。いや、あ、おめえ風呂もらった。スパジバトルからくるよ。ナイス、フル振動。これは逃げる、俺逃げ、待って、スペックを積んでる。えい、逃げた。なんかいる、やった。いや、なんか左もいるやん、左レッシュ正面。マニュ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 、左からマニュ、左マニュで正面入る。ジェッパ後ろから。ジェッパ後ろからってこと。あ、オーラからってこと。やった、やったやった。やばい、スパ、スパ正面、スパ正面。右奥ね、右奥。ジバトル、ジバトル、ジバトルにいる。やったやったやった。あぶねー。ハイドラやれる。ナイス。いや、やった。神かな。今、追いゲームするときに手首折りました。ベーコン、左んのか。左から赤スパ。やった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 。ナイスプレッサー。もう一枚いるんだよな、と。もう一枚、なんかシュレット見なかったけど、なんかマニュが来てる。やったやったやった。ナイス。あ、じゃあ正面風に。あ、2枚飛んだ、落としたんだけど。いや、逃げ先が危ねえ。いやー、このハイドラは死なら なかった。やった、1枚やった。あぶねえ。ボム、ハイドラやった。風呂やった。この武器性格悪いな。この武器性格悪いわ。この武器超楽しいんだけど。めっちゃ強くね、この武器。ケルビン？うん。ケルビンは強いよ。使ってる人がいないだけだからな。使えば使うほど上手くなっていくの楽しいんだけど。上手くなってる感全くないけど、あー性格悪いし塗りついて楽しいなって感じ。だって俺これ多分4キルぐらいボムコロだよ。だね、あれデュアカスはね、あれ連動上げないとね、肝心な時にインクが切れる。それ俺何回も切ってもなんだっけ、勝ってる試合でも。まあ 20% 落ちって結構重いあれだからな。うん、それでもなお強いのはすごいんだけど。そうね、塗り効率の良さにびっくりするわ、思いの他の乱数に対して。てか立射が 1.25 倍だっけ。うん、 1.5 倍とかだっけ。 1.5 倍バグった時だね、確か。バグった5倍か。てかデュアル、デュアルのスライドさ 20% 減ってんのに、クワットのスライド 25% 減ってんのに、ね、つか俺スライドしてない。なんだろうね、おかしいわ。一足立射で殺してるだけだわ、射程で。デュアル一射の方が強いもんな。うん、それが正しい。ジェッパとかですとか、ボムとか転がってきた時とか、敵インク踏んでる時とかにスライドしてるだけだもん。こう思うとクソ、なんか風呂よく見るな。ね、この姿勢風呂強いからじゃね。まあデュアルはメレさんがミラー全部買ってくれたし。ああ、変なとこ集団だった。右たくさん行った、右3枚行った。1枚帰ってきた。それはバカ、それはバカ。俺用意してんだよな。1枚インシン、いやインク切れた。ナイス、ありがとう。ローラやった。わあ、エルさんもらった左。俺あの人、いや死んだ。一発当ててる、一発当ててる。いやいや、壁壁壁。ああしまった。おい、ミラー負けるな。
レンドがちげえよ、レンドのサービス作ってやるぜ。レンドがちげえ、レンドが、それ俺の口癖やん。あ、俺これ死ぬかも。生きてた。くそ。あー、手前。いやー、これ、こっち入ったら不毛だった、絶対。いや、右下不毛。お前、フロー、フローやられた。あいつ、マジで行くよ。右奥だね。やばいな、あれ。いや、でも、あ、ここスピアやっちゃダメなんだった。今度はスピアやったら大惨事。え、マジで？あ、ローラーもらった。マジか、このギャル。うまいな、こいつ。正面でやるつめてる。いや右バトル、ローラ。ロラやった。雨入れるわ。ローララグくないか、あれ。今なんか生えてくるの遅れてたけど。右奥2枚だね。右奥2枚リールと、リールと左はフロ。なんで？なんで？これやった。あ？ああ、ケルビンもらう。ケルビンデュエルか。はい、ユチ？いや、お前投げよ。ノーラさん？今の疑惑ですけど。そのお風呂、キモい、マジで。初動さ、メルさんが右来なかったから俺さ、一体タを強いられてさ、生き残ったんだけど。戻ってきた、戻ってきたから。俺メルさんの時と思ったから正面行ったらね、なだれ込んでたんだけど。戻ってきたで、でもメルさんやられたやんけ。戻ってきてメルさんやられたやんけ、あれ。一人分かったから。俺、ケルビン好きだな。理不尽じゃないけど、うまく使えばうまく使うほど強い武器大好きだ俺。連動がありましてね。ほっかなんで先生内で被らせようとするのいちいち。でもほらケルビンが第一人者俺みたいなとこあるから、もう何もされてない時に俺青ケル楽しいって言ってたけど、みんなに無視されてた。何言ってんだこいつだって思ってたけど、本当にみんなに無視されてたから俺。実際マニコでよくねだったからな。そう、射程さえ伸びてなかったから、ね、使わなかったから、ね、それ俺が一番使ってた時期、ケルビン射程伸びてない時期だから、射程伸びてから使わなくなったわ。射程伸びてよ、これからケルビン来たんじゃねって使わなかったっていう。ケルビンいいなーこれ来たんじゃねっつって使わなかったっていう。使わなかった、ね、で一回練習しようとしたけど別武器でいいやってなっちゃった。おしまい。ホッケ一生来ねえじゃん。いいよホッケなんて。ホッケどう感覚だって。え？ホケバケ？うん。あ、ミサイル結構強く感じるわ。なんか実際強いと思う。まあでも。戦いの時はあれだけど、攻めの時は勝ち強い。でも、デュアルのが強く。でも強い気がするんだよな、役割が。一枚やったー。あ、ちょっ、いや、メルさん、右挟んでよかったな、今。そうだね。素直に言ってよかったな。この武器、塗りが弱いんです、先生。じゃあ、瀕死。塗りがゲロ弱え。やべ、ちゃういいのか。塗りはもうスフィアでカバーするしかない。メルさん、俺プレスアウトから守ってくれ。オッケー、任務で任せておいて。じゃあ、ちゃ落とした、落とした、落とした。ナイス。どこ？あと1。あ、奥だわ。帰った、帰った。バレアンがすげえ動きしてたけど、動画撮っとこう。どうして？ん？なんか俺がしたいっていう、なんていうの、壁にひっついたまま、こう、スフィアで横移動してたバレアン今。俺の位置すげえ深いんだけど、これ相手に言われて絶対言うたんすよ。いや、こいつ中入ってきた。くそ。まだいるよな。え、なんかね、あ、死んだか。うん。待って、右奥、誰か、ラピがいる。ラピがいる、すごい不毛な戦いしてる。あいつ爆を狙ってくる。ラピはやった。いやー、ザップもらっちゃった。ザップか。あれ、上ちゃいるよな、これ。ちゃいやった。えっ、おい、お前、ラグいやんけ。お前、ちゃいやね。ちゃい打ちだ。あ、うそ。ごめん、死んじゃった。えっ、いや、くぐり抜けられてて。くそ、やばくね。え、俺が一発当てるまでに4発当てられた。くそ。ハイドラかな、相手。え、何が起きたの、今の。あ、
多分ラグいと思う。チャワマジで分かんなかった。チャワやばい。チャワとチャワやばかった。2枚落としてる。ナイス。ジェッパス2発。ジェッパス、ごめん、チャーやれなかった。いや、チャーにめっちゃ甘えて動きしたわ。ごめんね。え、またお前中入ってきやがった。いや、銀もで一発。マジですよ。守ろう。チャー落としたけど。は？銀もでやべえ、こいつ急速。ごめん、ラッピーもらった。もはやあの距離だと銀もで関係ない。今、詰めてくると思わなかった。単純な5発分の急速出るな。やばくね、あいつ。え、当たんない、当たんない、なんで、え、なんで、意味わかんねえ、今の。右ザップ。いや、こいつ怖っ。なんか怖いわ。あーっと。うん、俺今我慢した。俺今我慢してシールド投げるの。多分投げたら神谷が死んでた。うん、俺知ってたな、今。もしかしたら死ぬかもなって、普通と感じたから。俺めっちゃ我慢したよ。話しそうになってるよ、Rボタンを。じゃあ落とした。あ、ボブラッツがチャガイって言った。この武器強いな。硬いわ。ラピやられる。ラピやられた。ラピ置くね。ラピ置く。ラピ置いた。ラピ置いた。ラピ置いた。1枚目ね。1枚目。詰められた。こいつやばい。こいつやばい。こいつやばい。当たんないんだけど。ねえ、助けて。じゃあな、あいつ死んだわ。ウェーン。はい、うまー。我の方が強い。それは甘い。今やった右のラピでこ。うん、右のラピ。ラピやった。いやフォロー範囲ひれー。今の射程やばすぎるだろ。いや、右降りてる、右降りてる。いや、このモデルの声、さっきから言ってるモデルでしょ。え、待って、いや、おやってた。ナイス。正面全部一番やった。正面全部やって。やったよ、全部。ナイス。さすがやん。これからずっとスオーダーするわ。やったやった。まあ、それ出されるために俺切れるけど。はぁーって。ね、デュアル強くね。せいよ、弱いなんて誰も言ってないやんけ。何この武器や、おかしいんだけど。もう誰もが強いと思ってる。バルアントラピア遊んだ時の射程半端、射程と当たり判定の乗した感じやばかったでしょ、あれ。あの乱数で当たる距離じゃないや本来。BF5 やりてー。ダウンロードしとこうかな、今日の夜のうちに。面白そうだけどな。でも俺前科が2個あるからな。俺は COD と BF1 結局やんなかったからな。 BF1 はちょっとやったやん。ちょっとだけど、本当にあの値段分の元は絶対取ってないよ。300円分ぐらいで、正直。それはもうスプラトゥーンが悪いじゃん、だって。だから俺は BF5 も多分買わない。てか俺はとりあえずゼノブレを全部消化して、その後に千の奇跡4を消化しなきゃいかんから。無理だな。卒業やってるよ、言わない。多分暇になったらデスちゃんと PUBG してるしな。腕2本増やせばいい。暇な鉄骨やればいいんじゃねえか。あ、来たよ。腕が2本増えても時間増えないんだ。やった、俺のバケツがね、しっかり貯めてるね。これ無印デュアル持てばそれはもう疑似バケ、無印バケみたいなところあるんじゃないか。じゃバケツ持てや。ならバケツ持てや。塗り合いしとくわ、適当に。ダイナモ。オッケー、プレッサー行くわ。雨いるよ。あの品種どもね。クーゲルシュライバーが左ですね。エリア内ですね。ああ、リング切れてやれなかった。エリアジャンプ1枚。おい、今、視点低くなるね。あと一発なのに。ダイナモ来てる、ダイナモ。はい、待っ、おい、俺壁。エリア塗っとこ。はい、塗れる。キーがちょっと出てたかな。多分そんな感じだろうな。マジか。いや、2枚やった。クーゲルもいるよ。やってるわ。クーゲルやってる。やったわ。いや、なんかダイナモ怖。
でも殺してから振られたけど。なんかいるな、3段。やばい、1。ナイス。右高クーゲル、降りた。右クーゲル降りた。味覚とはいえ、スパッタリーには相打ちに持ってかれたな、先やったけど。わあめっちゃ見た。右手も入ってきたよ。あ、うわーん。あと5秒早く来たかった、その情報。5秒前は来てなかった。予言。左奥通路に1枚ね。それけど、ひとさか早すぎだろ、俺には合わせたわ。スペシャル全然たまらへん。なんでさ、クーゲランの早いのにさ、俺の武器こんな遅いの？バグだろ、どう考えても。やった。おーい、バブル出なかったんだけど。雨入れてるで。バブル出ないんだけど。とりあえずエリア止めるわ。塗ったわ。塗り強。もう一枚いるよ。スパーやった。アーマーだけ入った。あ、俺あれ届かないから諦めるわ。俺も届かねえ。ジェッパチョクられた。いや、俺まだこの壁に反射させるさ、やつがよく分かってないんだ。それね、誰？俺めちゃくちゃ上手いぞ。俺ね、ステージャン入ってないのに飛んじゃったよ、間違って、癖で。あの人が雨足んないの死にすぎてるだけじゃね。え？俺、まだ3デス目ぐらいだぞ、多分。あ、ごめん。失敗しちゃったよ。後ろ、メモさん。いや、俺に来るんかい。死んだ。ナイス。ミスった。いや、やべ、押し込んでた、間違って。まあいいや、結果オーライ。一応やった。いや、やれなかった。あ、でも帰ったわ。ラッキー。今度は右高か、これ。右からっぽい。右高スパ。相手、アーマー入ってきて、降りてきてる。雨入れるね。これ、2加速乗せながら入る。え？いや、それはねえって、お前絶対今出てないってからだ。プレッサーもらっちゃったよ。右にスパッタリー。え、いや、死んじゃった、ごめんね。2発か1発当てだったよ。一発は当てた。うわ、ダイナモ、上、ま、た2発当てた。お前、どこにずれかよ、こいつ、マジか。むし回復が早い。え、ああ、もう今三角距離か。え、中ダイナモ、そこ届くんよ。雨入れる。いや、はみ出すぎ。皆さん、俺守りながらよろしく。オッケー。守れない。これ守れない。俺、逃げ死んだわ。逃げて死んだ。死んじゃう。あいつ、マップレだわ、マップレ。いやー、もう、ジェッパもらい。ずるいわ、ジェッパ。クーゲル使おうかな。こいつ意志弱すぎじゃねえ。やめ終わこの薄っぺらいシールドを使ってダメだった。薄っぺらいシールドを使ってるえ、それ知らないの？なんかおる。頑張れやん、頑張れ。勝った。ただこの端くやり方がよく分かってない。あ、うまくいった。うまくいったんだけどインクが足りない。いや、早すぎお前。手前くんぎり。なんで取れないのそれ。マジか。もう一回やった、3枚やって。怒りのハイパープレッサーする俺。あ、何に当たってんの。あ、いや、2枚やった。こんなとこなんじゃねえ。じゃあ、よっとしてなかった。今死んでるだろ、どう考えても。これクーゲル左から。おー、マジか。ごめん、もらっは一瞬で取られた。一瞬で取られたけど、今エリア内で死んだやつがいるらしい、どうやら。おや、どうやらエリア内で死んだやつ。え、レボーさん。おや、頭が。おや、なんか典型的なガチマでやべえやついるけど、あそこに。え、マジ？あれね、メルさん、1週間ガチマチで愚痴を言うのなし。いや、でもなんか
やることない。あれ一個アシストやけど。いやでも残り2キルダイモニスライドズドヤガでピンポイントで殺してるんだけどな、おかしいな。まあ有効キルではなかったということで、それもはい今回はブロックさせていただく形になります。今回は次はないんだよな。すみません、すみません。ケルビンスミス、俺の敵だ。ミラーだ。相手に神と入れて思ったら神人だった。相手神とって思ったら神人だった。俺の分身か。これね、ミラー負けたら3人で切れる方向で。オッケー。ケルビンちゃん、俺がミラーなのか。俺がミラーなのか。これプレッシャーだ。俺クギラ持ってるから。受け身寿司こら。あーん。わかるやつ。ミラー負けたわ。いや、やばすぎその曲じゃ。ミラーで負けた。死にかけた。死にかけた。死にかけた。いや、死ぬ。戦争なんだけど、中入ってるやん。人がいるやつ、前。なんかおる。やった。あ？おるやん。一段に。ナイス。おるやんけ。どなたかおるやんけ。お風呂やった。あぶねえ、今一瞬取れるまでに間があったから取れないのかと思ったこれで。左奥からデュアル。塗り返し早いな、この2つ。しやった。射程が長いって楽しい。もうこれ射程積んだからな、マジで。ナイスナイスよ。あ、死んだ。あー、下手くそなやつだ。下手くそなやつだ、今見ちゃった。いや、これマジでさ、これ立ち止まってシールドやるとさ、ワンスライド目でちょうどさ、いいとこ行けるじゃん。うん。あ、明日に降りるぐらいで。進みながら投げちゃうと、ちょっと捨てるんだよな、あれ。毎回。そこ難しいわ。ここのね、差ね。じゃあ、やった、一応やった。けど死にかけた。は？ミラー負けたわ。いや、キル速が遅い。後ろじゃん。デュアル貴様。やりから。お風呂のバブルバル速度がやばすぎる。相手のさ、デュアカスにメタられてるんだけど。落とした。だからそれは動物にメタられるのはレンドだとなんて言ったら。相手めちゃくちゃ俺を殺しに来る動きしてるんだけど。ミラータイミング自信に引いてなければ負けるか。あいつうまいわ。俺より。いや、ジェッパー、マジか、危ね。あいつのジェッパー早いんだけど、横の動きが。あんな早いっけ、ジェッパーって。は？ナイス？え、なんかさ、私死んでんのに味方生きてるみたいなパターンめっちゃあるんだけど。うわ、めっちゃ来た。いや、めっちゃ入った。じゃあ、私、死ぬ。それは君が、あれだから。ザッと左リザルトって。俺、またなんかさっきみたいにリザルト叩き出しそうで怖いんだけど。なんもできねえ。いや、なんかやれ。そうしか言わん。なんもできねえ、なんかやれじゃん。なんもできねえ。あの、甘えたお風呂をやりてえ。濡れてない。濡れた。エリアで死んじゃった。一瞬で取られとるけど。草いや、シェリンパイセンあれだわ。あの見た目でポンコツなの好きだ。なんでそんなこと。俺も手伝うぞ。今俺手伝ってゴムだ。助けてー。後ろから。あと陣2枚飛んだ。安直に飛ぶわ。いや、行き過ぎだろ。いや、2枚やられた。いいでした。倒れませんでした。ん？あ、味方も、嘘だろ、今の。
なんか俺味方と敵に殺されたんだけど受けるよお前マジか。これ写真見なかったっけ、寿司から受け身って。全然聞いてなかったわ。最低。まあこれ終わったらあれじゃ先般決めごっこやるでしょ。俺今さ足元に転がってきたボムの色がさ光ってて見えなくて敵のやつかと思ってシールドの向こう側行ったらさ敵に反対側からボム投げつけられて死んだんだけど。誰だよボム投げたやつ。なんか転がってきた。はい。おっと。ゴム攻撃が怪しい。いやこれは前線がいないから。もはやついについにやら雨さえ吐けなくなってしまってるけど。雨7回吐いてたしな。諦めたこいつ。粘土を上げるためにエロ下持つわ。もうホッケでエロ下ってすでによくわかんないけどな。まあ多分攻めは強い、攻めっていうか抑えは強いはず。うわ完全に折れてるやつがいた。まあ壁や。なんでや。こっちのセリフや。リアルの本当の姿を見せてやるよ。出た。どうせそれで3キル斜めだったらどうする。3キル斜め謝罪もんだよな。俺謝罪してないけど。リアルでキルできないってキル足すら伸びないってなかなか難しくね。なんかうん、ね、おかしいね。キルできないはあれだと分かんないくもないけど、キル足が伸びないっていうのはなかなかな問題な気がする。しかもあの捨て最強のスプラッシュボムを持ちながらいっぱい投げてるんだけどね、ギアがしっくりこなかったのかな。なんかあれだったな、早かったな、縁側でやべえこの武器強えって言ってもうスプラッシュボムだけで4人やってるわ。あの後にあの3キル7アメだった。悲しい。本番してきてから勝ってないっていう。はい知ってた。右5回一応形として、はい、形としてないよ。壁狙い範囲バグってた。あ2枚いる。あまた壁だった。だってインクがカッツカツなんだけどマジで。俺逃げたい、すごいすごい逃げたい。すごい逃げたい。俺これすごい逃げたい。バレー、助けて、助けて、助けて。なあ今俺も一発されたから。おっと助けて、生きろ。お、私のキルじゃねえ。なんだ貴様。いやマジか今のボム。今絶対バブル入ってるやつやれると思ったの。なんか一発当て奥のやつ。やろう、目にもの見せてやる。やお、マジかよ、うますぎ。左から、お、マジかよ、うますぎ。左から間に合う。バカめや、なんでそんなとこいんだよ。え、なんで。え、なんだ。左、ちょっと左。いや、やったか、危ねえ、あいつ。え、冷静に90段まで行きました。右から島で来ました。バカベア？今のはしょうがない。今のはしょうがない。あいつの方が投げんだよな。バグ。バブラリ俺。次はいけるよ。あーバトルから間に入ってる。左やったナイス。あぶんぶんぶん、じっとしてよ。ねえよし。なんか来よった。
バーン。それ死んでくださいよ。見ました、一枚やりました、死にました。ずるいよなぁ、あの武器。受け身いらないんだもん。寿司は頑張って受け身積んでんのに。このキル速を持ってしても倒せないっていう。もうそういうのおしまいだから、いろいろ。こいつずっといるよな、こいつ、ここ。キモいんだけど。やっぱさ、正面陰キャのさ、エロシャ強くないと思うんだけど。まあね。だからまだいいんだかも。貴様許さんぞ。あぶね。俺はこれ終わり、ヘイトを買っている。マカベア急げ。あ。うえーん。しがいて泣いて。そう、俺もそう思って回り込んだつもりだったんですよ。しっかり減った。じゃあやった。待って、インクない。ここに行くんだな、それを。でーい、なんで俺が死にそうなん。なんで、なんだ貴様かね。死なないのあれ、嘘だ、死ぬと思ってました。一発だったけど死なかった。エロシャで今絶対立ち向かうとした。マジ間にうまこいつ、左から3パターンで運が良かったらけんやお前今。え、マジか今の。マカベアさん、はやった。なんで完全にまだいるよ。手前一発当てて。一応飛んでる。なんでこんな向きに出たの？なんでこんな向きに出てきたの？いや俺正面に投げたはずだよな。なんで今斜めったの？わーん。さて。さあ先輩が誰か見ようか。まだだ、まだ終わってない。はい、先輩誰だ？先輩探しだな。まあそういうことなんですよ。そういうことなのか。そういうとこよ。なんでバロさん一番下なの。もうちょっと頑張れば、メルさんがあれだったのに。ここはメルさんが最下位のところでしょ。え、やつアーマーだから、やつアーマーだぞ。まあ俺の方が下なんだけどな。そんなに最下位したい、メルさんも。その方が美味しいでしょ、メルさんも。確かに。まだシールドが浅いな。シールドね、右斜め前に行って左斜め前に戻るとね、ちょうどよくなるよな。ああ。私が考え出した技なんだけど、勝手に。そしたら、シールド前にぶん投げて、直線的にパッて転がるより、シャーに抜かれる率が低くなったから、これ採用しようと思って。ただ距離感間違えると出ちゃうけど。こんにちは。マジでイカ速乗せながら投げてスライドするとちょっとはみ出るの嫌なんだけど。こんにちは。ジャンプしながらしてるの投げるとね、あれだよ、ちょうどいい感じになるよ。前に進みながらしてるの投げるの。ああ、試してみるか。私試し打ち上でシールドめっちゃ研究したもん。テレビに一時期ハマってて。助けて。なんかおる。いや、あいつになっちゃった。まだいる。いいとこ。いやー、お前とずってくるのかよ。やられました。フーゲル一発。皆さん死んだ。何の報告。メルさん死んだ。何の方、メルさんが死ぬの分かってたから。なんならあのタイミングメルさん死んでなかったからな。え、予言だよ、予言。ダメージでかし。おい、この男黙ったぞ。ついにこの男黙ったぞ。右バトルから手前が分かれ、手前が分かれやった。
に見えた。このチェットラグい。なにこいつ、マジか。左ホットとロングと寿司。正面ジェット。これ食いぼもらい、いっぱいいっぱい食いぼ、あ、待って、インクない、インクない。さあ、あの真壁は刺さるのか。あ、死んでる。ナイス。あ、それは取れないの、ダボすぎ。やったやった。いや、あいつ何くげる、キル速やばすぎやろ、あいつ。待って。え？もうやだ。クイボで死ぬ。やだもう。やだもう。やだ。またプレッサー来よった。これ私死ぬやつだ。死なねえのかよ。もうこれ。え、そう。へえ、左。あ、待ってか。いつから後ろまでは来てたんだ、あいつ。いやー、俺なんかいかに。おー、クイボいっぱい飛んでくるんやけど、どうなってんこのゲーム。クイボが強いから。ゲーム壊れてる。クイボ強いんや。逃げ場を塞いだ。うそのポジション。いやもう。いやまだいる、手前手前です、手前です、し。寿司2発。ねえ、そのジェットスイーパーやばいんだけど。当たんないの、嘘でしょ。ジェットカバ欲しいよ、誰か。いや、言ってるって。ジェッパにやられる。左2枚入ってきました。ちょっと待って。1人やった、2人やった。いけ、ベルさん。この辺。やったやったやった。今の、今のうまいな、俺。クラゲ瀕死。やった。いや、死んでない。あ、いや、ないっすよ。上上、ロングラ、降りた。俺それぐずるいよ、ロングラ。今無理だわ、避けるんか。飛んでこい。エリア内に飛んでまーす。あー、足並みでください。やろう。やろう、ぶっ殺してやる。あー、なんか。え？なんで俺ちょくられてんの？悲しいなぁ。いや、そのプレッシャー効いてない。再判定でかすぎて俺が死ぬ。相手スペシャル入ってないから。じゃあ俺のスペシャル一緒に倒すか。は？いやお前弾飛んできてないよ今の。ナイスシード、ナイスシード、ナイスシード。俺のシールドがどんどん別の人に活用されていく。右じゃね？右かだね。寿司見えてね。一発取ってくる。あ、着地だから着地かろうぜ、みんなで。着地させなかったわ。待って、そいつにみんな寄せすぎて取られたけど。遊びすぎ、さすがに。暴れやんだった。当たんない。え、俺来たんだ。衝撃の展開すぎるんだ。いや、クイボ、なんか紫色だなと思ってクイボを直撃ぶつけたら、あ、バレやんだ。あ、バレやんだった。わしのトーンやったもん、今。なんか臭いなってくらいだった。これ、割とうまい方なんじゃないかな、どうなんだろう。何が？エロッシャー結構立ち回りしっかりしたから。今日からじゃあ君もエロシア使いだ。おめでとう。絶対に嫌だ。そして俺はデュアカス使い。まあ本格的に練習するかどうかアップで見てからでいいんじゃね。それな。デュアルスイーパー、一射の立ち打ち判定を 1.5 倍にしました。
もっとでかくなってきた。このゲームもはやもう溜まってくさじゃなくなってるけど、もうボールだけど。1.25 倍の状態からの 1.5 倍だからね。さあ何倍でしょう。小数点が多くて分かんないです。1.1.1.2 1.7 ぐらい。正解は 1.875 倍でした。こんな計算できても何の時でもならんけどな。おっとハルカポムー。ハルカポムだったら多分もっとわけわからんこと言ってるぞ。あとで聞いてみる。聞いてみる。 1.25 倍の 1.5 倍な。相手気がくってたろこれ。何があった。前線っていう前線いないんだけど、固められておしまい。俺縄張りやってるわ一人で。外資もうあんたにガチマンのデュアルに文句を言う資格はねえ。何も見えねえ、何も見えねえ。うますぎだろこいつ。いや連動が足りなかった今。何も見えなかったから感覚でシールドスライドしたらダメだった。挟まれるけど。なにこいつ。いやだ、いやだ、はい、右玉3枚。バロさんにやられたと思ったらロボだった。え、手前2枚やった全落ち。続いて気づけた。どうしようかな。にゃーん、ゴルチャうまいんだけど、ヒレ振ってさよならだ。あ、そうなのか。視野使わなすぎてわかんないけど、あのタイミングでも割れるんだ。あら？おい。今俺がボムラー吐いてると後ろからさバブル吐いてさ、おいっておかしい。もうこれ当たり屋やん。完全に。一瞬で一つ割れた。まあ私も9番出たいけどな。なあお前、お前絶対に許さない。だってさまたま9番投げたタイミングでバグが出てきたからさ。あ、俺が悪いでば。了解。みんな違ってみんないい。で一番なんか俺に対してなんかあれ？お？え？おい、おい。それこそおいだけど。やばいな。話しながらやってたら裏抜けられてました。あれなんで。俺しか死んでないのになぜか取られた。残念、俺も死んでた。まあいいや、打開すればいいんや。お前、タイヤついてないな。あ、こっち向いてんのか今。もうこの武器難しい。いや、キモが。え？そんな気はしてた。バロさんに殺されたわ。ちげえわ、今の。単純に飛んでたタイミングと9番噛み合っただけやろ。絶対バロさんし、もしかして。バロさん。何がもしかして。シールドギロチン復活させたな。味方に。会話が浅すぎて、もう、やばい。そして俺すんな。俺の島根の連動も浅すぎて草なんだ。やば、抜かれる。助けて誰か。ねえねえねえ、誰か助けてよ。ねえ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 、もう勝ったわ、負けたわ。どっち。左潜伏してる。あー、もう終われなかった。硬すぎやろお前。さすがにそれはない。それが思っちゃだよ。二つ当ててバックフ当てても知らなかったのこいつ。嘘でしょ、嘘でしょ。バロさん、バロヤ、バロヤ、相打ちだから、相打ちだから、相打ちだからセーフ。負けたけど。
先に謝っとこう、悪い。許さん。このゲーム向いてねえわ。おかしいな。バロヤンって叫びながらエリア塗ったら一瞬で取れるってお父さんが言ってたんだけど。多分お父さん間違えてる。なんでか取れなかったよ。魔法の呪文だぞ、覚えとけよって言われたんだけど。なんで俺このレモさんのお父さんにそんな信頼されてんの。まあ、お父さん怖いんだけど。どういうことや。お父さんの顔知らないからな。重たい話にすんな。パパパパどこ行ったの。パチンコしすぎて離婚したの。なんで。重てえ話が。ただのゴルクス人間だ。お、お茶するよ。やるか。やるか。俺らのメインステージだ。やるねてか、俺さ、ケルビのメインうまいかもしれん。なんでかっていうと、最長射程で打ち上げなのに外れ倒した。は最強だわ。減衰なし、もしかして。そこ、バラヤンのケルビン、減衰なし。試合取ったな。ガチ最強ないけど、そのケルビン。絶対ミラーで負けないやつ。ケルビン、塗りポイント30万くらいまで練習したいな、とりあえず。30まで結構え。今1万2000だけど。てかこの武器あんま塗れないんだよね、正直。うん、ケルビンは弱いね。多分20万とかでいいと思うけど。30はやんなくていいんじゃない。塗りが弱い上にさ、発射レートが遅いからさ、初動の自分の足場つくのさえ難しい。のクソうまいジェッパン動画あげるわ。これね、ジェッパ同士の打ち合いになった瞬間、昨日のバレアンフラッシュバックしてやってみたら当たったっていう。あのバレアンのワンプレイ見てなかったら俺この発想に行き着かないわ。打ち合おうなんて思わないし、ジェッパでも。ジェッパの打ち合いはね、落ち着いて相手の行き先を見れば意外と当たるよ。うん、それはでも、そんなことをやってるよりは下の敵とかかなって思ってるからバレアン。タロさん、一瞬で否定される。いやでも俺一発目で倒してたから大丈夫で。何を張り合っとんねん。打ち合いしたりしてないから一発目で倒してるから。手に打開のシッパは打ち合わないしな、基本的にあんまり。一発やってダメだったらもう他行くから。下降りてくると思ったから降りてこなくてさ、ジェッパン狙うしかなくなったっていうのが本心で。スペシャル何回入ったかとか知りたいよな。てかね、ジェッパの打ち合いの時にね、下から上に打ち上げるのは意外と当たる。水平打ちが一番当たりづらい。でもこれおかしいよな。山田さんがモンガラでさ、うん、あの、そのなんだっけ、俺の後ろを貫通していたのが俺の直撃判定だったってやつさ、うん、やっぱ当たってるよなって思って冷静になった今。いやマジで私の動画見てくれたらわかるけど、やばいね、全然ちゃうこと出てたもん。最強もしかして。なんなら弾爆発せずに貫通してたからね、カメさん。新しいな。そしたらカメさん死んでた。いやー疲れた。誰かの視点でも見るか。反省会や。俺が弱い。あ、そうだ。前田の対抗戦で、なんか勝手にヘアトっつってフレンド申請送ってきた人蹴っとかないと。私あいつの消したわ、フレンド。
きてこのままだとざっとお前ロッシャーになるんだけどもつの。まあもう少しタップで入るから。まあワンチャン忍耐と同時に延期された可能性あるんだけど。ガチ切れ。でもなんか忍耐でさ、今さら今言うのもなんだけど、忍耐でなんか報告するようなアップデート正直すぐ来ないんじゃないかな。今さらだけど。なんかイメージ的に忍耐で発表したのは結構後に来るのでは。あ、てかあれか、そうだ。小さいアップデートならなんか刊行されるんだ。だったの北海道甲子園だから別に明後日は普通にあるんだ。明後日広島やんの。うん、バズたちが出る。バズロンツヒイラギマギが出る。なんか北海道ってさ、花鳥風月が勝てたよね、星組が。あの、アシンとかホノカとかいるところ。ああ。で、今から反省会やるん？ええー、で。ちょっとその前に俺風呂入ってこようかなって。それ寝落ちパターンやん。いや、それあれ重たそう。メルスの風呂何分ぐらいかかる？気のせいじゃなかったら、気のせいじゃなかったらだよ。もしかしたら気のせいかもしれないんだけど、うん、あと一回抜けてまた集まろうって時に山田さん帰ってきた試しがないんで。ほぼないね。ほとんど記憶にないかな。俺多分あれだよ、風呂今ん時結構短いよ。今のところ多分4敗くらいしてる山田さん、スイムに4連敗くらいしてる気がする。1回でも1秒あたり見てちょっと私のこれのやつの2分19 2分じゃ2時間19分あたり、あの10%貫通して爆散してるシーンあるから。